時間になりました。皆さんこんにちは。放課後ダイバーシティダンス2019-2021オンライン報告会を始めさせていただきます。放課後ダイバーシティダンスというのは、東京都と、アーツカウンシル東京が主催いたします、東京東京フェスティバル、スペシャル13という、大きな企画の中の一つとして一般公募で採択されたプロジェクトになっていまして、基本的にはですね、都内の3地域でもってですね、子どもたちにいろいろな多様なダンスを体験してもらって、それでその結果をですね、子どもたちに作品として発表してもらおうと、まあ、そういったアイデアで始めたものです。ですね、まあ、3地域というのは、港区と国立市と、日の出町の3つなんですけれども、それぞれの、地域にですね、我々、まあ、放課後ダイバーシティダンス、略して ADD とアフタースクールダイバーシティダンスというふうに呼んでいるんですけれども、そちらの方からプロの舞踊家の方をそちらに、派遣し、と同時にその地域にですね、まあ、根付いて活動していらっしゃるいろいろなジャンルの舞踊の担い手の方たちにも、子どもたちのワークショップを担当してもらうと、まあ、そういったふうな仕組みに、なっております。で、2019年の春からこれが進行していまして、先日、まあ、コロナ禍の中断を挟み、この春夏にかけて、やっと最後までたどり着いたというわけです。まあ、コロナ禍があったのでなかなか本来の形で、できなかったところもあるんですけれども、まあ、なんとか、当初のコンセプトを実現することができましたので、この度ですね、この報告会とそれから、ドキュメンタリー映像、それから記録集という形でもって、皆様にこの結果を、シェアしたいなというふうに考えている次第です。今日は、この報告会の司会を務めさせていただきます、放課後ダイバーシティダンスの、ディレクターをしております武藤と申します。よろしくお願いします。それから私の隣に、今日の司会を一緒に務めてくださるんですけれども、放課後ダイバーシティダンスの、アドバイザーの佐藤美希です。はい、お願いいたします。でですね、まあ、この放課後ダイバーシティダンスというのは、まあ、名前も長いし、これで理屈を説明すると非常にややこしいなというふうに思われてしまう可能性が非常に高いんですけれども、一応、まあ、ディレクターというか、まあ、発案者の私の方から最初にどういった趣旨でこの企画を立ち上げたのかということに関して、ちょっとなるべく簡単にご説明したいなと思います。まあ、詳しくはぜひ記録集の方を熟読していただけたらなと思っているんですけれども、基本的にこの子どもたちにですね、どうして多様なダンスを学んでもらおうと考えたのかというところをちょっとお話ししたいと思うんですね。で、まあ、おそらくどなたもご存知の通りかと思うんですけれども、今本当にダンスというのはもう大流行と言っていい状況に、あります。まあ、もちろんコロナ禍でいろいろあるんですけれども、まあ、2019年ぐらいまでの日本を思い出していただけると、まあ、とにかく一つ非常に大きいのはストリートダンスがものすごく流行しているという、状況です。まあ、中学校のダンス必修化ということもあるんですが、どうやらそれ以前からの流れとしてそのダンス部がものすごく増えている。で、それからストリートダンスシーンが非常にこう活発になっている。で、おそらくそれとも連動する形で、2024年のオリンピックからはブレイクダンスが競技の種目にこう入ると、まあ、そういった一つの大きな流れが、まあ、あります。それから日本の中では盆踊りも非常に毎年毎年新しい形が生まれて、かなり大きな流行を見せている。あるいはグローバルなレベルでいうと K-POP の分野からカバーダンスという言葉が定着して、まあ、本当に一時期のカラオケブームのような形でダンスのブームが起きているというふうに見てくると、この今日本にあるあるいは世界的な規模かもしれませんが、ダンスのブームっていうのは特定のジャンルのブームじゃなくってダンス全般のブームだというふうに言うことができるんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、他方でですね、そのダンスということが今どういうふうにして人々の間で親しまれているかなというふうなことを考えたときに、まあ、もちろんいろんな楽しみ方があると思うんですけれども、このダンスというものの中に含まれている、まあ、創造性ということですね、あるいは何か新しいものを創造していく、あるいは今とは違った形を思い描いていく、そういったイマジネーションの部分というものがあんまりこうクローズアップされていないような状況なんではないかという、まあ、そういった漠然とした問題意識が当初ありました。
でこの東京東京フェスティバルにおいて、公募プログラムというものがあったので、そこに何か応募しようというふうなことを考えたときに、この今回、オリパラとの絡みもあって、東京都でこういった公募が行われるということがありましたので、どういったことをやってその後に残していくかということを考えました。やはりこの先日本人口どん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 減っていく、減り続けることがもう目に見えている。それから当然文化予算もどんどん減っていくだろうということを考えたときに、やはり今回こういったきっかけで大きな形でですね、プロジェクトが実施できるということを考えたときに、じゃあその後ですね、もうこういった大きい予算が使えないかもしれない、あるいはその可能性が非常に高いっていったときに、どういったことをやれば後にずっとこう残していくことができるか、あるいは継続していくことができるかということを考えたときに、やはりその、そうですね、なんか有名な方をですね地域に派遣したり、あるいは呼んでくるということだけではなくって、そもそも地域社会の中でいろいろなダンスをしている人たちがたくさんいらっしゃるわけなので、そういった方たちと出会うということ自体が子どもたちにとってのダイバーシティの体験になるだろうと、そういったことを考えたわけです。で、子どもたちが多様なダンスに触れるということが何になるのか、一つはその文化多様性ということに関する感性を養うということがもちろんあるわけですけれども、私としてはそういう文化多様性の専門家とかでは全然なくって、やはりそのダンスというものにおいてクリエイティブな側面、あるいは今ないものを想像する力、そういったものをみんながもう少し考えてくれたら、触れるようになるといいなというふうに考えたわけなんです。で、その上でやはりいろいろなダンスがあるんだ、ストリートダンスが好きな子はストリートダンスを追求するのがいいと思いますけれども、でも他方にはちょっと目を向け替えてみると、獅子舞っていうダンスもあるんだ、あるいはフラダンスというダンスもあるんだ、そういったものに触れていくことによって、もしかしたら獅子舞が好きになるかもしれないけど、そうじゃなくてもストリートダンスってものに対する感性がまたちょっと違った形で理解が深まっていくだろうと、そういうふうに考えたんですね。おそらくそうやってダンスを深く考える子どもたちが少しでも現れるようになってくれたら、おそらく、ダンスの文化というもの全般が、変わっていったりするんではないかなと、すごくこんなすぐ何かが変化するとは思ってないんですけれども、長い時間をかけて変化していけるようなそういった、仕組みというか回路のようなものを地域社会の中に、インストールできないだろうか、そういったことを考えて今回、3つの地域で、実施してみたわけです。で、今画面にですね、このダイバーシティダンスのプロジェクトの仕組みをご紹介しているんですけれども、まず最初に我々としてはですね、その3地域にリサーチャーの人を1人送り込み、そこにどんなダンス文化が存在しているのかということをかなり時間をかけて調べてもらいました。で、その中でどんな方に子どもたちのワークショップの指導をしていただけるかということを考えてですね、講師を打診していく、そして実際にその地域で踊りをやってらっしゃる方のワークショップをさまざまに展開していく、これがワークショップという段階になります。で、この地域でワークショップになってくださる方たちのことを我々は地域の先輩というふうに名付けました。で、そのワークショップを経た子どもたちに最終的には自分たちで今まで習ったことを踏まえて創作ということを考えてみたらどんなのができるかなということをやってもらうのが最終の創作という段階になります。で、ここの主に指導していただくのがこの派遣舞踊家というふうに名付けているんですけれども、いわゆる地域の中で活動している方ではなくて、もっと国際的に活躍していらっしゃる方々に来ていただくという、そういった形になっております。で、子どもたちはその児童館なり何なりの地域の実施拠点に通ってもらって、そこでいろいろなダンスを体験すると、こういった仕組みになっています。2019年の秋から最終的には2021年の5月6月ぐらいまで続けることになりました。今日はこういった仕組みでもってですね、この各3地域でどのように進行してきたかというのを、港区、国立市、日の出町の順番でお話ししていきたいというふうに思っております。本日の進行は大体このようになっております。まずその3地域の紹介をする中で、あとそれから今回制作しましたドキュメンタリー映像の短いバージョンもご覧いただけます。で、こうして3地域の報告が終わった後にですね、全体で今回その3つの違う地域で行った ADD についてどんなことを考えたかということに関してパネルディスカッションを行い、そして最後に質疑応答まとめというふうな流れになっております。この質問の方は YouTube のチャットのところで
募集いたしますので、もし何かあればどんなことでも書き込んでいただければと思います。ぜひお願いいたします。でこの本日ですね、この報告会と同時にドキュメンタリーと記録集ですね、こちらの方をウェブサイトの方で公開しておりますので、ぜひこの報告会をご覧になった後にゆっくり見ていただけたらいいかなというふうに思っております。はい、それではですね、早速なんですけれども、まず最初にですね、港区の、プロジェクトの内容に関してご紹介させていただきたいというふうに思います。はい、港区はですね、先ほども申し上げました通りリサーチをしてくださったのが、コンテンポラリーダンスの福留真理さん、それから派遣舞踊家を務めていただいたのが、日本舞踊家の尾上菊之丞さん、それから制作の岩中市川というふうになっております。まずそれではですね、この港区で行った ADD のドキュメンタリー映像の短縮版の方からご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、これはどんな役だと思いますか？はい、ゴリラ。ゴリラ。ものすごい数の大使館が集まっているので、子どもたちも多国籍だし、外国の子どもだからとか言ってての全く分け隔てないし、ちーやよー、港区にどういうそのダンスの文化があってっていうことを調べていったり、盆踊りの先生とか手話の先生とか、やっぱり大使館が本当に多くて、アフガニスタンの大使館の方とか、そう、大げさに言うと本当に世界中を旅することと似てるとこがある。踊りってその国のアイデンティティとかそういうものが必ず含まれているから、いろんな国とかいろんな踊りとか、もう大人も子供も今同じ絵の中にいるっていうのが、なんかすごくこう幸せな時間だなって思いました。体験したいです。いろんな踊りを踊れて楽しかったです。いろんな国の踊りが知れて楽しかったです。これが終わった後にも、ここでできたつながりがつながっていくにはどうすればいいんだろうっていうのは結構ずっと話してはいて。みんなそれぞれ自由で、でも一生懸命で。ね、よかったよね。大人が思ってるのとはまた違う形で、子どもたちにはそれぞれに自由な記憶が残っていて、何かの時に ああいうのあったなって思い出してくれたら、それで十分かなと思います。ありがとう。手話先ありがとうございました。もう本当に短く凝縮されたバージョンなんですけれども、全長版の方もぜひご覧いただきたいんですけれども、それでは
あの港区 の, あのリサーチを担当していただいた福留真理さんの方からですね、リサーチの内容、ワークショップ内容 の, あのレポートをお願いしたいと思います。じゃあ福留さん、お願いします。よろしくお願いします。福留真理です。港区のリサーチのことを中心にしながら、あの ADD 港区の取り組みについて、駆け足になるかもしれないんですけど話したいと思います。まずあの港区の担当になって、最初あの港区のイメージっていうのが、あの国際的とかおしゃれとか先進的とか、割とこうステレオタイプのイメージを私は持っていて、で、面白いことをしている施設とかダンス教室とかも、インターネットを探すとこうずらっと出てくるような、とにかくたくさんのものがあるっていうイメージだったので、まずはそこからではなく自分の足で情報を探していきたいなっていうふうに思いました。それであの港区内を歩いたりして、区の施設とか図書館で見つけたチラシとか、あの情報を頼りにリサーチを始めていきました。でその中で一つ港区ワールドフェスティバルっていうのがあって、これは年に1回普段は入れない大使館に予約制なんですけどスタンプラリー形式で巡れるっていう港区のイベントで、ちょうどその時期と重なっていたことが分かったので、結構たくさんの大使館を巡りました。でその大使館でその国の文化とかダンスについて必ず質問するようにして、割と担当の方によってもそのダンスについての反応は様々だったんですけど、そうやって情報をまず最初に集めました。でそこからその次に港区ワールドカーニバルっていうのもあって、それは東京タワーの麓でフェスティバルがやっていて、屋台がこうずらっと並んでいて、大使館の食べ物とか小物とか各国のいろいろな文化が紹介されていて、その中にステージで音楽とかダンスを紹介するっていうことをやっていて、そこでいろいろベリーダンスとかいろいろなダンス音楽やっていたんですけれども、その中でアフガニスタンのダンスとウズベキスタンのダンスっていうのがすごく個性的で、私自身も初めて見るものだったので印象的で、その踊っていた方に声をかけたりとかっていうことをしました。であとそのもう一つ港区発掘ご当地盆踊り大会というのにも足を運びました。これも東京タワーの麓の芝公園でやっている盆踊り大会だったんですけど、港区にまつわる盆踊りがものすごくたくさん踊られていて、すごくそれが私にとっては結構初めて見たものだったので、これもその会を主催している北島さんという方にお話を聞いて、いろいろ話を聞きました。昔の振り調から振りを起こしたり、港区のオリジナルの坂がたくさんあるんですけど、港区の坂の名前をから作ったオリジナルの盆踊りを作ったりとか、盆踊りを通じてその地域のことを知るっていうことを結構大切に活動されていて、あとその盆踊りを楽しむっていうことと同時にその防災の意味もあるっていう話をされていて、何か災害があった時にここで顔を合わせていくことがその共助につながっていくようなというようなことをお話しされていて、すごく興味印象的でした。でその他にもいろいろな港区の催しに足を運んだりとか、レッスンを受けに行ったりとかしたり、あとその港区の ADD チームっていうのが、そもそも実行委員会の佐藤美希さんもはじめ、制作の岩中さん、市川さんも港区にもともと縁がとてもあったので、いろいろな情報とか交換したり紹介していただいたり、いろいろなつながりから最終的に11種類のダンスに関わる地域の先輩にワークショップをしていただくことになりました。でちょっとザザッとご紹介すると、先ほどの盆踊りの北島由紀子さん、あと、アフガニスタンダンスは大使館のアシュラフ・バブリさんと、あとアフガニスタンダンスグループの上村奈々子さんっていう方にいらしていただきました。あとカポエラブラジルですね、白橋龍さん、あとフラメンコスペインのフラメンコの正木さやかさんとか、あと中国古典舞踊のファン・レイさん、あとユニママっていうお母さん、港区のお母さん3人組の皆さんに体ワークっていうのをやっていただきました。
あとお母さんつながりで言うと手話の小島泉さんっていう方にもいらしていただいて、この方は盆踊りの北島さんがご紹介してくださったりとか、そういう縁もありました。あとポッピングの岩井隆弘さんは麻布で鍼灸院もされていたりとか、あとそのコロナで中止になってしまったんですけれども、沖縄出身で港区でお教室をされている琉球舞踊の浜田博美さんとか、三田でセルフビルドの建築をされている有馬ストンビルっていうのを建てられている舞踏家の岡圭介さん、あとプラザに通う小学生のお父さんで川上直人さんという方にブレイクダンスを教えていただく予定でした。結構そのもういろいろな種類のダンスのをされている方がいらっしゃるっていうのは結構港区ならではだなというふうに思います。それぞれの地域の先輩からは結構いろいろなお話を家庭で聞くことができて、それは個人的にもすごく大きな経験になりました。例えばアフガニスタンダンスの上村奈々子さんは それまでその割と遠い存在だったアフガニスタンがダンスを通じてニュースで見るだけではなくて自分にとってすごく大切な身近なものになって考えるようになったっていうこともあって、なのでその子どもに伝えるっていうことはすごく嬉しいというふうにおっしゃってくださいました。そんなこんなで2010年11月からワークショップがスタートしたんですけれども、会場は港区立麻布子ども中高生プラザっていう場所で、ここはなんかすごい有栖川公園の向かいで体育館とか自習室とかすごいいろいろな部屋があって、子どもたちが高校生世代までの子どもたちが割と自由に過ごしている場所で、通っている子どもたち自体もすごくもうすでにダイバーシティで多国籍っていう感じの場所でした。です。で、会場を貸してくださるだけじゃなくて、担当の山本さんとか渡辺さん、スタッフの皆さんがすごく協力的にたくさんたくさん話をして一緒にいろいろ作ってきました。で、港区のワークショップは放課後ダンスダンスリミックスっていうタイトルにして、1日の中で前半後半2種類のワークショップを同じ日に行いました。パッと見は全然違う日本舞踊とフラメンコとかっていう全然違うように見える踊りでも、例えば型がある踊りだったりとか、表現する前の体ワークと体の言葉である手話であったりとか、と組み合わせは菊之丞さんの意見も伺いながら割とこう考えて組み合わせて、でも実際受ける子どもたちはすごく低学年 の, 小さい子どもたちが多かったこともあって、もうとにかく踊りを浴びて体で味わったり驚いたり体感してもらうような時間だったかなと思います。でワークショップはいろいろ そのように進んだんですけど、派遣舞踊家の尾上菊之丞さんのワークショップでは基本の挨拶とか作法とかすり足とか、あと見立てるとか演じるっていうことを通じた踊りを丁寧にやりました。扇で風を吹かせたり雪を降らせたり、そういう見立ては子どもたちもイメージしやすそうな感じでした。でアフガニスタンダンスでは結婚式やパーティーで行われるアタンっていう踊りを習いました。円になって踊る、ちょっと盆踊りにも似ているような踊りでした。でシャランシャランの2人がアフガニスタンダンスを踊ると子どもたちはすごい夢中になって集中して見ていて、そのシャランシャランだけではなくて、いろいろな地域の先輩が踊り出すとすごく子どもたちは引き込まれていて、例えばポッピングの岩井さんがこうかっこいい踊りをされた後にみんなが踊ると結構様になっていたりして、子どもたちがすごいその吸収していくっていうその速さとかを目の当たりにしてワクワクしました。フラメンコでは基本のリズムをすごい繰り返し習って短い振り付けも覚えたんですけど、例えば伝統的な踊りでは男の人女の人っていう風に動きが分かれていることが多いんですけど、どっちでもいいよ、ポーズを取るときにどっちの女の人でも男の人でもいいよって声をかけたときに結構子どもたちが自由に選んでいて、すごい小さいことなんですけどいろいろなことに何かとらわれない一歩のような印象ですごく印象的でした。その他にもカポエラでも音楽で盛り上がったりとか、かなりいろいろ盛りだくさんな内容でワークショップが進んだんですけれども、あと3回を
残してクリエーションっていう段階でコロナの影響で一回中断になりました。でその後かなり軌道修正を何度も何度も繰り返して大人同士で話し合いを重ねて今年の6月にまた再スタートしたんですけれども私は山口県にちょっと引っ越した関係で、振付家の須藤美希子さんにファシリテーションをバトンタッチして規模をかなり日数も縮小して菊之丞さんリーダーでワークショップと発表まで進んでいきました。で菊之丞さんのご提案で鳥獣戯画をテーマに進んでいくことになって日本舞踊とスペイン舞踊カポエラと中国舞踊と手話でのワークショップを行って日本舞踊がタヌキウサギだったり中国舞踊が鳥だったりとかっていうふうに動物に見立てて子どももそうするとすごくこう親しみやすくいろいろ踊りを習っていきました。かなりギュギュギュッとこう凝縮されて行っていったのでその様子はその映像にもかなり映ってると思うのでぜひ見てください。で6人の子どもたちが今回延期後は参加してくれてその中で4人の子が初めてだったんですけれども各回のワークショップで須藤さんから先生に踊りについてただ動きを習うだけじゃなくてその踊りの背景とかどんな国で踊られているのかとか先生にとってどんな踊りがそれがどういうものなのかっていう質問をしていてそれが結構その子どもたちにとってもとてもこう身近にグッとなるような機会だったかなと思います。と私はそれ全てを映像を通じて見ていたので近くに入れなかったんですけれども最終日の発表もみんなで鳥獣戯画の踊りを生演奏で衣装も合わせて踊る延長でゲームのような形で自分たちオリジナルの動物も最終的に踊っていてその ADD を始めるときにプラザの方から港区の子どもたちは割とこうみんなで一緒にやるといいんだけど自分で考えるのは苦手だったりするんですっていうお話を聞いていたりしたのでなんか照れながらも真剣に楽しそうに自分の踊る姿は結構感慨深かったです。でそのビデオ越しに見ながらワークショップでも発表でもその踊りを通じてその結構こう大人も子供も混ざってシャッフルして一緒に関係なく踊っている様子がすごいわーって伝わってきてそのダンスだからできることっていうのを改めて感じました。はい、ちょっとすごい駆け足になってしまったんですけれども2019年からリサーチから始めてかなりたくさんの大人が関わって子どもたちに最終的に踊る姿を見てすごく感慨深かったしこの先にどうつながっていくかっていうのをこれから何か種になったらいいなと思います。駆け足ですみません以上です。はい、ありがとうございます。いや本当に長い時間にたくさんいろんなことがあったのを本当に短く喋っていただいて本当に大変だったと思うんですけれども本当に港区の子どもたちはもう本当になんていうかいろんなものに物おじしないでどんどん飛び込んできてそれで同じその反面なんか飽きるとピャッていなくなっちゃったりとかしてすごくダイナミックだったんですけどもすごく我々もその状況を楽しめたなというふうに思っております。はい、では続いてですね派遣舞踊家として関わっていただいた尾上菊之丞さんの方からですね、どんなことをお感じになったかとかどんなことを考えたかちょっとお伺いしたいと思うんですが菊之丞さんお願いしてもいいですか。はい、派遣舞踊家を務めさせていただいた尾上菊之丞です。普段私はいわゆる伝統芸能の世界におりましていわゆる本業は日本舞踊の舞踊家であり、振り付け師ということで、例えば新作歌舞伎、風の谷のナウシカとかワンピースとかそういうものの振り付けをさせてもらったり、演出をさせてもらったりと、伝統芸能を根底にしてさまざまなものを作品作りをさせていただいています。今福留さんから本当に丁寧に説明をしていただいて
まあ、実際の動き流れだけでなくて、まあ、これに関わった大人たち、特に大人たちがどういうふうに考えて苦心してっていうのが伝わってきて、私もなんかすごく思い出しながら、すっかり感じてしまいましたが、僕の方からは、まあ、僕なりの視点でこういう企画に関わること、自分自身がどう感じたかというようなことを少しお話を最初にさせていただこうと思います。まあ、初めに武藤さんの方から、まあ、この企画のご依頼をいただいた時に、何しろさまざまな踊りがあって、今港区のさまざまな、もちろん国の踊りなんかご紹介いただきましたけども、要は子どもたちにいろんな踊りを経験をさせたいんだと。でそこからどんなことが生まれてくるか、そういうものを、まあ、実験ではもちろんないんだけれども、体験することによってどんなものが生まれてくるのか、そういうものに着目していきたいという話をいただいて、僕自身はまずその日本舞踊という世界に生きていて、さまざまな踊りがある中、特に日本の中で今まさしくダンスが流行っているんだとするならば、ヒップホップであったりとか、どっちかというと日本の伝統的なものっていうのは、今の皆さんから少し縁遠いものになっているかなと自分自身感じていて、何十年か前に多くの子どもたちが日本舞踊をお稽古していた、それこそそれは町の和尚さんのもとで、その地域の中で踊りを習っていたという時代とは少し変わってきてしまって、残念ながら日本舞踊っていうものをこうやってますっていう子どもたちもそんなに多くない時代になってしまっている。僕としてはもちろんそれは残念なことなので、まあ、こういう機会に、まあ、日本舞踊もその一つのダンスのジャンルの中の一つとして、子どもさんたちに、まあ、体験してもらえるチャンスになるのかなと思って、まず単純にお引き受けをしました。でいろんなお話をしていく中で、その港区という地域に一つ特化して、その中にさまざまな地域の踊りに関わる人たちを巻き込んで、やる、さらには港区は海外の方も多いから、本当にいろんな国々の資料を拝見した時に、こんなに踊りの、まあ、指導ができる方々がいるのかと、正直自分自身も単純に子どもたちよりは自分が体験してみたい、見てみたい、アフガニスタンだとか、カポエラだとかやってみたいなっていうのが、実は最初思ったんですけども、まあ、こういうものを子どもさんたちがある種、大人っていうのはもう先入観の塊だと思うんですよね。でもその先入観がない、もしくは先入観が少ないうちに、いろんな踊りをこう体験することによって、まあ、将来その子たちが育っていく中で、その踊りということや芸能ということだけにとどまらず、人と関わる仕事をする、生きていく上で必要なことを得られるんではないかというのが、すごく自分自身の、まあ、自分の体験ですかね、から思うこと。例えばどこどこの国のこういう踊りを自分がやったことがあるとか見たことがあるっていうのは、その地域の人からするとすごい親近感になったりとか、それを一つの話題にして、その人との人間関係や地域との関わりがこう膨らんでいくっていうことを、まあ、自分自身も文化交流とかですね、いろんな体験をして、でまた逆に、ああ私日本舞踊知ってますとか、もはや今日本人でも私日本舞踊やってるんですとか、知ってる、よく見ますって言われると、すごい親近感を持ちますし、その人にすごく近しく感じることができる、そういう一つの、なんていうのかな、ツールになるものでもある。そしてそれぞれの国にある踊りっていうのは、共通したことももちろんたくさんあって、例えば、五穀豊穣とか、まあ、神への感謝、自然への敬意みたいな、そういうものが根底にあるのが、比較的どこの国の伝統的な舞踊でも共通して言えることじゃないかなと。まあ、国によっていろんな表現方法は違います、音楽も違います。でも共通したことと共通してないこと、これをこう知っていくことってとっても重要だと思いましたね。で実際にこのワークショップだとか発表
を作っていく、作品を作っていく過程ですごくそれも感じました。で、まあせっかく僕が、まあ、演出というか全体のコーディネートをさせていただくんであれば、僕らはやっぱりまず形をきちっと教わって、こういうもの、こういう役だとか、こういうものを表現するときにはこういう手法がありますよ、こんな形をするんですよっていうのをこう、まあ、習って、真似をして、とにかくもうひたすら真似をして育ってくるんですけれども、まあ、そういう真似をするという部分と、まあ、自分たちでクリエーションをするという、もちろん作品と言えるものかどうか分かんないんだけども、自分たちが自由に発想して、体を動かすということを、まあ、できる方法は何かないのかなと、さらにいろんな国の踊りを共通してできるものはないかと思って、まあ、一つ鳥獣戯画という、それも一つの日本の文化というか、それを、まあ、縦糸にというかつなぎ合わせて、それぞれの国にある動物の表現、子どもたちにも分かりやすく、また大人たちにももちろん、分かりやすくということで、まあ、ゲーム形式のものをやらせていただいたり、その中でさっきの映像にもあった子どもたちが、ああいろんなダンスができてよかったとか、その中で何ていうのかな、意味というよりも本当に体を動かすことによって、でこの動かしたことは体の記憶として残って、いきます。それがきっとどこかで思い出される瞬間がある。あ、このなんか体の形なんか記憶してる、あ、これあの踊りだってことは、この国あの国と何か共通点があるのかなというようなことで、後で色、そのまあ布石なんて大げさなものじゃないかもしれないんだけども、それがまたどっかで気づきになって、子どもたちがあったなと思い出してくれたら嬉しいなと、いうようなことで、最後までやらせてもらいました。子どもたちだけではなく、むしろ我々大人たち、それから親御さんたちの、どういうんですかね、パッションというか、今こういう時期だからこそ限定された中で子どもさんたちにこういうことが僕たちとしても、提示できる、とても幸せな時間に、なりました。他の地域のものも含めてご覧いただいて、こういうものがまた後に、ね、つながっていけたら、いったら嬉しいと思っております。菊之丞さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、港区、この後ちょっと時間短くなってしまうんですけれども、須藤さんと市川さんにコロナの中で開催されたこのワークショップに関して一言ずつお願いできますでしょうか。はい、今回途中から、私1月から、福留さんのバトンタッチみたいな感じで入りました。振付アシスタントを担当した須藤美希子です。最初にお話しいただいた時はもう本当に、あ、これむしろ私が参加したいみたいな、もうそういう最初に抱いた感想はそれなんですけど、まあ、私の役割としてはもうリサーチャーの福留さんがずっとつないできた港区のいろいろなダンスと、あと菊之丞さんの演出で入る中で、まあ、ちょっと子どもたちを、まあ、実際にこうどんな風にナビゲーションしたらいいのかなってい こうポジションで入ったんですけど、まあ、なんていうか、実際は、まあ、子どもたちはその踊りにこう出会った瞬間にもうもうその踊りとコンタクトはもうすぐにできちゃうというか、特にこう何か、あ、このフラメンコだったのに日本舞踊だとこうみたいな風にこんがらがっちゃったのはむしろ私の方でリズム取るのが全然違うみたいな、そういう面白さを、まあ、感じたりしながら、まあ、でもなんかすごくこう大事にしたのは、そのまず踊り、世界の踊りといろんな国の踊りと関わるっていうこともそうだし、その各講師の先生が、まあ、なんでその踊りを選んだのかっていうのを、まあ、私がすごく興味があって、やっぱりなんか印象的だったのは菊之丞さんとファンさんはもう自分で選んだというよりはもうその運命だったみたいな、だけど今それをすごくこうもう生き様として踊ってるっていうのと、あとはなんか片や、まさきさん、フラメンコのまさきさんとか、カポエルの白橋さんと、あと手話の小島さんなんかは、まあ、自分がこう選んだものとして今やっている踊りがあるっていうので、
なんか同じこう踊りをやっている大人の人でもなんかそこに行き着くまでがいろんなことがあったんだよっていうのが子どもにこう、まあ、知れたらというか見えたらいいんじゃないかなと思っていて、まあ、多分それを聞くともう自分もなんでこの踊りを今やってるのかなとか、まあ、別にそれ踊りじゃなくても今生きいる大人たちが今なんでこういうふうに選んでるのかなっていうのまでなんかつながればいいんじゃないかなと思って見てました。で最終的になんかその最後の発表も、まあ、別に発表が目的ではなかったですけどやっぱりその場があるとすごくその認識するこの踊りはっていうのを認識する場として最後の発表があったと思うんですけどそこで最終的に全ての子どもも大人もいろんな踊りをもうまさにチャンプルのようにやっていたのがすごく印象的でした。鳥も動物も人間もいろんな国も混ざってたのが良かった楽しかったなと思います。ありがとうございました。はい、港区の制作担当させていただきました市川です。岩中さんと今日は岩中は欠席なんですけれども担当させていただきました。今回ですねコロナのパンデミックの前後で、かなり、まあ、様変わりしましてですねそんな中でも講師の方や参加者の方また関係者の皆様が非常に理解をしてくださって本当に協力的に円満に最後までいろいろな障害はあったんですけれども無事終えられたことを非常に安堵しております。今回もこのように報告会ということで皆様にドキュメンタリーを通して今回の結果というかこういうことが次の世代に伝わっていくということを非常にありがたくまた感慨深く思っております。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に駆け足ではあるんですけれども ADD 港区で関わってくださったいろんな方々の声が聞けてよかったんじゃないかなというふうに思ってます。三木さんは港区どうでしたか？全体見ていただいて。そうですね、特に港区ってやはりその菊之丞さんの言葉の中にもあったんですけども舞踊の根源的なものっていう祈りだったりとかそういうなんだろうなぜ踊るのかっていうところを考えながらでもかつこの子どもたちの身体ってすごく素直な身体でそこに新しいものがどん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 こう手癖とか足癖が全くないまま素直にいろんなものを吸収する子どもたちっていうのを特に見て取れたような気がとてもしましたね。で本当にまあダイバーシティって言わなくても環境自体がダイバーシティな子どもたちも多く本当に港区ってだと小学校の特に地域にもよるんですけれども小学校の同級生に外国の方がいらっしゃるっていうのが普通で外国の人っていう人がいた時にあ言葉通じるかなっていう心配からまず入らないで全くそこをなしに普通に日本語で話しかけるみたいな子どもたちがいたっていうのがやはり私の中でも比較的衝撃というかこんなにみんないろんな国の人が普通にいるんだって思ったところでもありこれのワークショップを通して余計それを感じることができたかなって思いましたね。うん、そうですね、うん、本当に、まあ、我々がなんかダイバーシティをなんか持ち込むまでもなく全然ダイバーシティな港区だったんですけども実際本当に今回国立と日の出町とこう並べて映像を見ていただけるとおそらくそういった雰囲気の違いみたいなこともまた見えてきて本当に子どもたちのキャラクターがもう全然違うんですよね。そういった意味でのダイバーシティもぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。はい、ではちょっとちょっと駆け足っぽくなりますけれども続きまして早速国立市2つ目のですね ADD 国立市の様子をご紹介に行きたいと思います。はい、国立市はですね、派遣舞踊家にコンテンポラリーダンスのジャレオ・オサムさんに入っていただきました。それからリサーチャーとして、木村玲奈さんこれも、彼女もまたコンテンポラリーダンスですけどもとりわけその地域に根付いている文化あるいは身振りそういったことに興味を持ってくださっている方なのでお願いしました。で拠点は今回は児童館ではなくてですね国立市民芸術小ホール、というところを拠点にしてここに子どもたちに集まっていただきながらワークショップを展開、していきました。
制作は村松薫さんにお願いいたしました。はい、こういった座組でもって国立市展開しました。こちらも、3分間の短いバージョンですけれども、ドキュメンタリー映像の方をまずご覧いただきたいというふうに思います。それではお願いします。ダイバーシティって聞いたことありますか？ないよね。ないよね。スタイルする人じゃない。さまざまなとかいろいろなっていう意味なんですけど。踊れる人だけの踊りだけじゃなくて、できるだけみんなが参加できる踊りを、一緒にやりたいと思います。0.3 秒でできます。今何秒ですか？まだ。全然まだ。で、国立はすごく面白かったのは、結構先生とか学校絡みの方に来ていただくことが多くて、今日のダイバーシティ、今日はラクロスのスコットランド代表になった人です。暮らしてても出会わない人と子どもたちが一応そのダンスという枠組みを介して出会うっていうことが面白いと思っていたので、どんなことが起こるんだろうとか。おお。早く投げないの？これにやるんだよと。一応子どもたちの企画ではあるけども、ある意味大人も含めた企画だろうなと思ったし。Okay? Yes. Okay. So we are from Trinidad and Tobago.Baby dance, baby dance, baby. I never know baby dance, baby. 難しかったけど、なんか面白かった。頑張った。他の国のダンスが初めて。4、5、6、7、8、9、10。楽しい。楽しい。ありがとう。ありがとう。ダイバーシティダンスというそういう言葉がこのプロジェクトで造語ではないですが出てきたと思うので、まずは本当にスタート地点に立てたかなと思いますね。このダンスを入り口にすると、なんかこう認め合えたりとか、見守れたり、一緒にセッションし合えたり、助け合えたり、それが僕のなんか一つのチャレンジというか、もうささやかな試みなんだとは思います。はい、じゃあ今度は今日これにしようか。はい、ありがとうございました。国立市はですね、見ていただいた通り、本当にまた違ったいろいろな顔ぶれが並んだんですけれども、ではですね、早速、リサーチャーの木村玲奈さんの方から、リサーチとですね、ワークショップの流れに関してレポートをしてもらいたいと思います。じゃ、木村さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。 ADD 国立市のリサーチャーを務めました木村玲奈です。普段はコンテンポラリーダンスの振付家、ダンサーとして活動しています。ワークショップに参加してくれたみんな、見てますか？元気にしてますか？国立市チームは派遣舞踊家のジャレオサムさんと、制作の村松薫さん、そしてアシスタントで大園浩二さん、豊田由里香さんというチームで、国立市民芸術賞ホールを実地拠点として活動してきました。それではこれから ADD 国立市の約2年間の活動をご報告します。リサーチは国立市を知ること、調べることに加えて、地域の先輩として子どもたちと関わってくださる方を探すという重要な目的がありました。
スライドの写真は2019年4月リサーチ初日に飛び込みで入った本をテーマにしたコミュニティスペース国立本店でお話をお聞きしているところです。この出会いから農業を通じてさまざまな交流イベントを行っている国立畑健保や子どもたちの居場所として、そして多世代多文化交流の場でもある駄菓子屋くにちゃんなどさまざまな場所をご紹介いただき実際に訪ねることができました。リサーチを進めていくと独自のコミュニティ活動を展開している個人や団体が多いことが分かりました。国立市は大学などがある文教地区として有名ですが、リサーチを行う中でさまざまな教育関係者とダンスの接点があることが見えてきました。一橋大学ではラクロスの元スコットランド代表という珍しい経歴を持ち、社会学部でスポーツと社会包摂をテーマに研究されている鈴木直文先生や、スライドの写真に写っている現役の山伏長谷川聡先生といったユニークな先生方に出会うことができました。どちらもいわゆるダンスとは異なりますが、ラクロスは元をたどると北米系住民の宗教的な儀礼であり、修験道も神楽などの芸能と結びつきが深いことから、一見交わらなさそうなところにあるダンスとのつながりを私たちは興味深く捉えました。また八保天満宮古式獅子舞の稽古を見学させていただいたほか、天満宮のお祭りをよく見に来るというトリニダード・トバコ出身で国立市在住、現在は都内の高校に外国語指導助手として勤務されているモリース・モランスイさんをご紹介いただき、トリニダード・トバコで踊られている民族舞踊ベレについてお話をお聞きする機会を得ました。日本の伝統芸能を調べたところから海外の民族舞踊につながり、リサーチが進んでいったことも個人的感想ですがとても面白かったです。他には小学校教諭佐藤花先生が小学校のクラブ活動としてダンス未経験の子どもたちと始めたダンスチームロックショーの稽古を見学させていただいたとき、子どもたち主導で稽古を進めているのが印象的で、教わる習うということその形態について可能性を感じました。こちらの個性豊かな6名の方々、鈴木直文さん、佐藤花さん、モリース・モランスイさん、大竹美奈子さん、カレフア吉田さん、久保田正美さんに国立市地域の先輩として子どもたちへワークショップを行っていただきました。また派遣舞踊家であるジャレオサムさんも国立市在住ということで、よく町でジャレオさんを見かけたという子どもたちがいたりとか、身近にいる地域の先輩だったのではないかなと思います。実地拠点の国立市市民芸術小ホールは舞台ホール、ギャラリー、スタジオ、音楽練習室、アトリエなど備えた公共施設で、国立文化スポーツ振興財団が運営を担っています。発表会や展示といった市民活動に利用されているほか、主催事業としてコンサートや演劇、ダンス公演、落語、ワークショップなどを数多く展開されています。現在は感染症の影響で使用できませんが、かつては1階のロビーは開放されていて、放課後は子どもたちが勉強やゲームをしに集まってきていました。児童館ではないですが、子どもたちの居場所として機能しているように感じました。また国立市民総合体育館や八保第4公園も隣接していることから、子どもから大人まで幅広い年代の市民に親しまれている場でもあります。ADD 国立市ワークショップ放課後ダンス隊は事前にメンバーを募集し、集まった国立市在住の小学校3年生から6年生約25名とともに2019年9月から全10回を予定して始まりました。ダンス経験がある子もない子も、そして障害のある子も一緒に、それぞれの個性を大切にしながら時間を過ごしていく中で、子どもたちの緊張が解け、
通う学校が異なる子同士も会話が生まれていったり、障害があるない関係なく一緒に遊ぼうとワークショップ前に走り回るようになっていきました。スライドの写真はワークショップ開始から3ヶ月経過した4回目のワークショップの様子です。一人の子がうまくラケットを扱えなかった時、すっともう一人の子が助けに行きました。子どもたち同士が自然と助け合えるような関係性を築けたことや、当初はワークショップ中に外へ出ることが多かった子もワークショップの空間に自然と身を置くようになっていったのは、古典メンバーで活動してきた放課後ダンス隊ならではの成果だと感じています。こちらの写真はトリニダード・トバコ出身のモリース・モランスイさん、同郷のゼア・ホールダンさんから同地のフォークダンスであるベレを習う子どもたちの様子です。子どもたちは2人にハローと気さくに話しかけたり、トリニダード・トバコがカリブの海賊のあのカリブ海の国だと知って目を丸くしながらも真剣にベレの映像を眺め一生懸命練習していました。講師のお二人も自国の踊りを日本で教える珍しい経験を楽しんでくれていましたし、子どもたちにとっても国立といういつもの場所がいつもの場所ではなくなるような異文化交流の時間だったのではと思います。派遣舞踊家であるジャレオサムさんのワークショップでは、互いの目を見て挨拶をするワークや全員一列に密着してウェーブを作るワカメのダンス、気配を感じ取るダンスなど、特定のジャンルのダンスを学ぶのではなく、体を使ったコミュニケーションを子どもたちは体験実践していきました。できないことができるようになることだけではなく、たとえ練習してできなかったとしてもそれが恥ずかしいことではないこと、できない体の美しさや強さをジャレオさんは信じているように感じました。子どもたちの個性あるさまざまな体から発せられる感覚や言葉をジャレオさんは取りこぼさずに受け止めて、自身の体を使って返事をしていきます。そのような場面をリサーチャーとして間近で見てきて、プロジェクトの名前でもあるダイバーシティの理解は自身の体を知り、そして体を使ってコミュニケーションすることから始まっていくように感じました。コロナ禍での中断と軌道修正期間を経て、今年の5月にオンラインと現地開催を組み合わせた形で再始動となる4回のプログラムを集まった6人の子どもたちとともに実施することができました。ワークショップは毎回前半で踊りの基本を地域の先輩に教わり、後半ではコロナ禍の状況を踏まえた講師の方から子どもたちへのメッセージ、いい風に考えればいいんじゃないとか、諦めないでいこうといった言葉ですから子どもたちがそれぞれのオリジナルの振り付けを考え、他の人にも教えて全員で練習し、習った型のあるダンスと子どもたちそれぞれが創作したダンスをつなげて踊ることを試みました。成果発表は国立市民芸術小ホールのメイン施設であるホールを会場とし、保護者や関係者を招いて実施しました。国立音頭、ベレ、TikTok 風ヒップホップダンス、フラの間にそれぞれの講師の方からのメッセージから子どもたちが振り付けしたダンスが挟まった形で、数珠つなぎにダンスが展開していきました。ゲストの片岡雄介さんによるピアノ、打楽器の即興演奏と、さらにワークショップに参加していた兄弟のお母さんでもあり、サックス奏者でもある安藤陽子さんも演奏で参加し、子どもたちのパフォーマンスを楽しく盛り上げてくださいました。成果発表の最後には客席後方から久保田雅美さんが登場し、型のない踊り、得体の知れない動きや佇まいに子どもたちは自由奔放なリアクションで応じていきます。型のないダンスをみんなで踊りながら、ここでも体を使ったコミュニケーションが行われ、
パフォーマンスをしながらもそれぞれが自分の居場所を作っていくような時間が生まれていました。静かに不思議な盛り上がりを見せて成果発表は終了し、約2年間の ADD 国立市の活動もひとまず幕を下ろしました。 ADD 国立市はここで一区切りとなりますが、プロジェクトを通じて出会った子どもたち、保護者の皆さん、地域の先輩たちといったネットワークができ始めた今、私たちは今後も国立市市民芸術小ホールの皆さんと連携しながら何かしらの形で活動を継続していきたいと考え動き始めています。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そうですね、国立市は、子どもたちもさることながら関わってくれた大人たちがちょっと小さいサークルみたいのが今できていて、今後またどんなことができるかねなんてことを話し合うような状態になっていて、すごくちょっと今まだ動いている、すごく楽しみな感じになっています。はい、では続いてですね、派遣舞踊家として国立市に関わってくださったジャレオサムさんの方からコメントいただきたいんですけども、ジャレオさんはいかがでしたか？そうですね、派遣舞踊家で、国立に関わりました、日付家ダンサーの、ジャレオです。この話を最初に、武藤さんや、林さんからいただいたときに、やっぱりこの地域と関わるっていうことの大変さっていうか、それは僕が、結構関西で ある地域、舞鶴っていう地域とこうずっと関わっていくときに、その地域のこのダンスだけで関わるっていうより、やっぱり そこに住んでる人たちとどう関わっていくかっていうことが非常に結構、重要だなと思ったので、私が住んでる国立だったら引き受けますよっていうような形でこの国立がこう、選ばれていった経緯があったかなと思います。で、その中でやっぱ僕が非常に今回心強かったのが、そのリサーチャーで一緒に木村玲奈さんっていうのはもう僕が関西に住んでた時から、知り合っていた仲だったので、何かこのプロジェクトで初めて知り合ったというよりは、お互いの活動をちゃんと知っていて、で、僕それぞれの講演もちゃんと見てたっていう関係が、まず、そういう信頼関係があったかなというふうに思います。でやっぱりこういうプロジェクトをやっていく上で今回、制作の村松さんと、木村玲奈さんとは本当に密な連絡、コミュニケーションをとって、そういうことがまず非常に、大きかったかなというふうに思います。でそことやっぱりこの地域で関わっていくときに一番大事にしたのが、その地域の文化を担当されている、方とこうやっぱり密になっていかないとなかなか難しいかなというふうに思った時に、家からも5分ほどのところにある芸術小ホールの斉藤さんという方に声をかけたら、本当に喜んでこうお受けいただいて、でその4社間で本当にこのプロジェクトが始まるまでにいろいろと、武藤さんや林さん含めたコミュニケーションが取れたかなというところがまず非常に大きかったかなというふうに思います。で、細かい活動内容は先ほど木村さんがご説明いただいた通りで、やっぱり今回コロナになった時に本当に、活動が各地域中断したと思うんですけども、僕が国立に住んでたからですかね、なんかこう街をこう歩いてると本当にその途中参加してた子どもたちや親御さんと結構いっぱい会えたというか、活動は中断してたんですけど、関係は 何かしらこうつながっていて、で、こういう状況の中でそのちょっと ADD としては動けないんですけども、なんかこう芸商 と、僕と木村さんでなんかできませんかねみたいな話をしたら、本当にもう斉藤さんが分かりましたって言ってこう2つ返事で、受けていただいて、じゃあもうこれだけですけどちょっとよかったらワークショップでもしてくださいっていうような、そういう関係がコロナの前にできてたってことがまず非常に大きかったかなというふうに思っています。で、そのコロナの中断ぐらいからですね、本当に地域にもう一人いた大園君だったり、私の大学の学生のゼミ生にこう豊田さんという方にこう加わってもらって、むしろコロナがあったことが、そのなんていうかな、
むしろ関係が継続して密になっていったっていうのが国たちの良かったところかなっていうふうには非常に思っています。で もっといっぱい本当に、ね、語りたいこといっぱいあるんですけども、ちょっと時間が限られている中で、まあ、これ最後ちょっとあの国たちがやっぱり良かったかなと思うのは、そのいろんなダンスを子どもたちに学んでもらってっていうだけじゃなくて、むしろ子どもたちが媒介者になって、地域の大人たちが子どもたちに教え合うことで、あ、フラってこんなんやってるんだ、ベレってこんなんやってるんだっていうことを、子どもを通して見合えた。で子どもを通して、自分たちになんかこうむしろインストールしていこうっていうふうな気持ちになっていったっていうことが非常に大きいかなと思った時に、その子どもたちだけじゃなくて大人も同時にどう変わっていくか、そういうことがなんか国たちで少し、実践できたかなっていうふうに思っています。で、まあ、僕としてはですね、本当にこういうことが何かしらやっぱりこの僕が住んでた町にこう関わったっていうことができた時に、ダンスがその、まあ、市民が暮らしている中でどういうふうにこう、溶け込んでいくかっていうか根付いていくか、でそれってやっぱり何か、まあ、昔日本ではやっぱり御世文化とか、やっぱりあのそれこそお寺の宅発みたいな形でね、お寺のお坊さんがこう、そういう形でそれだけでやったっていう、そういう形でダンサーや振付家がその町の中で何かその、いいなんかダンスだけじゃなくて、いい相談者だったりとか、なんかいい話し相手みたいな、でも別にめちゃくちゃ溶け込むんじゃなくて、なんかその町に住みながら距離を置いてっていうような、そういうことを何か、今回いろいろ考えていけるきっかけになったかなっていうふうには思っていて、それを今後また斉藤さんや地域の人たちとどう考えていけるか、また木村さんとかね、なんかやっていけるといいかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。あの本当にあのジャレオさんのキャラクターっていうか、あの人に対するアプローチの仕方っていうのが、あの国たちのすごいムードを作っていったし、それが今後もなんかつながっていくあの流れになっているなというふうにあの思いますね。あのミキさんも随分来てくださいましたけど、国たちはどうでしたか？そうですね、国たちは多分唯一ワークショップをやりながら作品を作ること、まあ、前半例えば港区ですと2つのコンテンツを1日にやっていたってところだと思うんですけど、国たちは前半に一つ何かを習うダンス、後半には自分たちがダンスを作ることっていうのにチャレンジをしていて、そのクリエーションに向けた準備がとても早かったかなっていうふうには思って見てました。ですのでなんか本当に発表のまでの4回っていう限られた時間のワークショップをとってもとっても有効にというか充実した時間にすることができたんじゃないかなっていうふうに思ってますね、うん、そうですね、はい、本当にあの最後の成果発表ものすごく盛り上がったあの印象的でした。はい、では続いて最後になりますけれども、ADD 日の出町のご紹介に入りたいと思います。日の出町はもう東京都 の西の方、もう多摩の方なので、もう、自然がめちゃめちゃ豊かなあのエリアで、また本当に3地域対照的なんですけれども、あの日の出町にあるあの下町児童館、非常に小さな児童館で、あ のんびりしたあの場所にあるあの子どもたちが集まっている場所ですけれども、ここを拠点に、しまして、派遣舞踊家はもう世界的に活躍しているダンサーの菅原小春さんにあの担当いただきました。それから、リサーチャーはさまざまな郷土芸能とかにものすごくお詳しいアーティストの中西レモンさんに入っていただくというような形で、それから制作はハン・ヨルムさんに担当いただきまして、こういった座組で日の出町で展開してきました。はい、ではあの日の出町のドキュメンタリーの短縮版の方をご覧いただきます。よろしくお願いします。一瞬でも暮らしたら何だっけこれ、失敗ちょっとそらした方の負けね。それずっとそのままずっと見つめ合うのやってて、競技を2回やって泳いで泳いで、日の出町は地域のつながりが強いんですよ。郷土芸能なんかが残りやすい土地なんですよね。小学校の5年生の時からこの前をずっとやってます。
ある特定の地区の人たちしか習うことができないものって多いんですよ。これまで男性が中心でやってきたんで女性は携わることできませんでしたとかってそういう芸能もありますんでね。右手を出すときにこの左手をこう引っ込める形ですね。こうまずテケテンツクステスクテンツクね、テケテンツクステスクテンツク、上手だよみんな。上手だよ、いいよ。大人が子供に何ができるかっていうのを思った時 の皆さんのご判断だとは思いますけど、本来ならばできないけれどもたくさんのものを触れ合う機会を作るっていうことだからできたのかなと思います。飛び込んでって踊る勇気っていうのはすごい大事だから、みんなの心を持っていく力があります。 OK？ だからその力も発表会出る人は持っていけるように、みんな一人で踊ることを怖がらず、それでみんなで楽しめるように踊っていきましょう。 OK？ はい、 OK。 いろんなダンスが楽しかったです。お母さんと一緒にやったダンスが楽しかったです。なぎからちょうちょ、さなぎからちょうちょ、さなぎからちょうちょ、かわいい。さなぎからちょうちょ、こういうのありだって。服を着る？服？見せて。服を着る。おお、かわいい。服着る。服を着る。やっぱダンスですごくて。踊るとやっぱこう境界線がなくなるから、大人も子供も国籍も性別も、それがやっぱり子供が一番分かってる。嬉しかった。小春さんたちによってなんかいろんなのが生まれてくるのが面白かったです。楽しかったです。もう一回踊る。はい、踊ってみんなで浄化していきましょう。はい、ありがとうございました。日の出町はもう中西レモンさん、あるいは郷土芸能の皆さんと菅原小春さんというものすごいギャップを放り込んでしまったところですけれども、すごくそれがうまくスパークしたかなというふうに思っています。唯一最後の発表会がですね、対面でできなかったということもあったんですが、すごく苦労もあったんですが、非常にいい形で終えられたんではないかなというふうに思っています。それではじゃあ日の出町 の非常に大変なリサーチをしてくださった中西レモンさんから報告の方をお願いしたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。中西レモンです。もう大変っていうこともなかったんです。本当にもう私自身楽しませていただきながらですね、地域に伝わってる身振りの文化、あるいは音楽とともにですねあったさまざまな文化というのを、もうなんか私の方から習わせてもらいたいっていうような感じでですね、生かしていただきました。ということでございましてですね、フリーに喋ってるといっぱい喋ってしまうものでございますから、どんどんとスライドの方にと入りたいと思います。よろしくお願いいたします。もうリサーチの報告です。もう本当にダイバーシティというテーマでですね、どのような作品作りあるいは体験というものを進めていけるかということでございましてですね、リサーチから始まりました。その地元、この日の出というところがどういう地域かということでですね、地元に入るときに今回、お世話になりました佐藤さんのご血縁の方いらっしゃいまして、岡野さんという方が非常に最初献身的にですね地元を案内してくださったんです。で、地元を歩きつつですね、地域の踊りに関するリサーチということで、さまざまな郷土芸能も含めたさまざまなものをですね、調べていきました。とにかくあともう一つインターネットでですねダンス教室があるかなとかってそういうこともですね、探ってみたりとかっていうことをしながら、そしてですね拠点となりました児童館の方にですね向かいまして、
まあ、その地域で子どもたちに何か習ってるダンスあるとかっていうようなことをですね聞いて歩くという、そういうまあ草の根から始めたというようなところがあります。今皆さんに見ていただいてますのはですね、見ていただいてもらってますのは、あの平井という地域のですね第三地区というところの盆踊りの様子なんです。でもう雨が降ってんですけどもですね、もう雨降ってたんですけども、やっぱりちょっともう踊りたい、年に1回の行事でもありますんでね、皆さんね楽しまれて踊ってたんですが、やっぱこの地域なりのですね、盆踊りの定番曲みたいなのもあるんですけれども、その合間合間にですね、これ今あの踊ってらっしゃるのは恋するフォーチュンクッキーという AKB48 ね、あの何年か前に、日の出ダンスブルーミングというイベントがあって、団体で踊るというようなことがあったそうですね。でまあその楽しみをですね今も続けてらっしゃるというような感じでですね、まあ、あの一つの見せ場になってました。リサーチの2つ目にも行こうと思うんですが、これはあの日の出のイオンですね、児童館でですね子どもたちに話聞いてますので、ダンスが好きだっていうお子さんが結構いらっしゃったんです。で教室に通ってて賞ももらってんだっていう子もいました。でまあ、こういった子どもたちのですねダンスに対する何ですかね好奇心というか、あるいは楽しんでるっていう、そういったところをですね組みまして、青少年委員の方でですね主催の授業でダンスを、まあ、ダンス教室ですね、これがもう毎年開催されるということがですねこの10年ぐらい続いてたわけです。でその発表の場として、レッツダンスダンスという企画はですね、まあ、この地元の大きなショッピングモールで開催されるということになりました。でもここがですね一つの、まあ、なんていうんですかねハブって言ったらいいんですかね、あの周辺の市町村にわたるダンスの発表の場になってましてですね、あの非常に、この時もですね、なんかいろんな団体が来ていらっしゃいましたね。でもチアリーディングからヒップホップもさまざまなダンスが繰り広げられておりました。さ こうしたリサーチをですね、続けながらワークショップの講師の皆さんをですね、地元の先輩ということでですね、選出いたしまして、お願いいたしましてですね、さまざまななるべく幅広く、そしてかつ地元に根ざしたものというものでですね、考えさせていただいた次第です。例えば、まあ、フラダンスね、橋本先生、あるいは長年バレエの指導にですね携わっておいででした長谷川和子さん、さらにはですねやっぱり地域を代表する文化としまして民族芸能をどうしても取り上げたいなというところがありましたんで、日の出ではですね特にもう各地区ごとにですね民族芸能が継承されているというようなこともありましたもんですから、子どもたちもですねお祭りでは単に見るだけではなくて出演者として文化財のその担い手であるというようなところもありましたもんでね、それがとても面白かったわけなんです。まあ、そういった踊りの文化をですねすでに体に蓄えている子どももそれと同時にヒップホップをですね楽しんでいるそういった子どもたちも含めてさまざまな面白さとかかっこよさがあると思うんで、こうしたものをですね、もうミキサーするようにですねもう菅原小春さんにかき混ぜてもらうとどんなことができるかなというようなことが何て言うんですかね想像を膨らませるようなところがありました。ワークショップではですねこの後のクリエーションも見込みまして、地元にゆかりのある佐藤さんですね、コンテンポラリーダンスのワークショップをしていただいたりとかですね、まあ、私の方でも身振りを記録するというところから、まあ、昔の踊りの振り調から踊りを再現するというようなこともですねちょっと試みさせていただいたという次第です。さあということで拠点の場所となりましたのが日の出町立下町児童館ということになってございます。日の出町唯一の児童館でございました。話がちょっと前後するんですけれどもですね児童館の網代先生と小森さんと非常に前向きにですね受け入れを検討していただいたことによってですね、この日の出町での実現というのの道が開かれたわけでございます。まあ、ここにですね私も子どもたちのことちょっと知らなきゃいけないというので、通わせていただきましてね、
で夏のお祭りでお化け屋敷やるというんでですね、お化けの大道具作ったりとかですね、もういろいろさせていただきました。まあそういうことをしているうちにですね、ブラブラと歩いてフィールドワークに出かける途中で子どもたちに出くわしましてもね、レバーンとか言って呼びかけられたりとかするというような光栄に預かった次第でございます、というわけでございまして、もうとにかくね賑やかなところなんですよ。放課後にですねお子さんたちがわーっと集まってきてとにかく遊んでるっていうのは非常に、面白いとこだなと思いました、またですね先ほどの橋本和子さんはここの2階でですね、フラダンスのボランティア教室を開かれたりというようなこともあります。かつまたここはですね下町林というお囃子のですね、拠点ともなってございまして、まあさまざまな地域の文化も子どもたちも共に、ここにですね集まるというようなところがある場所だったわけですということでございまして、ワークショップがこの後始まるわけです。最初はやはり振付アドバイザーの菅原小春さんね、小春さんから始めました。音楽に合わせて身振りをですね子どもたちと共有しながら、もう子どもたちをダンスの渦にぐーっと巻き込んでいくようなですね、まあそういうワークショップで始まったわけです。すごいと思いましたね。そして合わせてですね、まあこの児童館でですねやっておりますフラダンスの体験もしていただいてですね、子どもたちにですね、まあそれぞれの文化体系、文化的背景を持つ、もうなんか路列があれですけども、文化的背景を持つですねいろんなダンスのその面白さっていうのをとにかく体験してもらう、そういうワークショップにですね日の出なりにしていけたらなということで、ワークショップを進めさせてもらった次第です。もうとにかくですね制作の班さんと話をしながらいろいろと考えさせていただきました。さあということで、もう一つワークショップ、やはりですねこれ日の出の郷土の芸能からですね三匹獅子舞ですね、まあ先にもちょっと触れましたけれども、日の出町はですね、郷土芸能が盛んというのが非常に特徴的な町でもありました。年間の行事の中にですね、組み込まれるなどしながらですね長い時間をかけてですね地域に伝え育まれてきたさまざまな芸能があったわけです。でこういったものをですねダンス、ね、菅原小春さんとかヒップホップ、子どもたちに人気のそういったダンスとともにですね、一緒にもう並列して体験する機会が作れたら、まあ、この地域内のですね、なんていうか文化体験というのをこの企画なりに進められるのかなというふうに思っておりました。この時はですね太鼓を叩きながらやるもんでございますんでですね、子どもたちのために太鼓を作るということもあったわけです。さあ次行きましょう。これは日の出の下町林、保存会、ね、下町のお囃子を皆さんに習っていただいた時のです。日の出にはですね国定民族文化財、無形民族文化財の鳳凰の舞というのも伝わってましてですね、まあ、これをのやっこの舞というのを教えていただくという機会も得ました。そしてこの下町のお囃子というのはこの地域でもですね、明治以降ずっと伝えられているお囃子の一つの典型のようなもの、これもですね特別に教えていただくというようなことでですね、もう地元の郷土芸能協会をはじめ、あるいはですね保存会の皆さんにですね何とかお願いして、こういった伝統芸能をですね教えてもらう機会をお願いできませんかというような形で実現した次第です。さあそうこういたしますうちにですね、ワークショップも10回終えましてですね、このあとクリエーションということになるわけなんですが、まあ、今回のウイルスの感染拡大などもありましてちょっと間を置いてからですね、オンラインでのワークショップということでクリエーションを、オンラインでのクリエーションですね、クリエーションを実現する形となりました。まあ、これにですね先立ちまして音楽の方はですね地元のやはり伝統芸能をベースとしながら荒毛本寺というグループのですね斉藤正文さん、にですね、構成していただいて、
子どもたちに習った記憶をですね、音楽の面からも喚起してもらいながら、何かこう地元の文化に関するもの、身振り音楽含めたクリエーションができたらいいなというような感じで進めさせていただいた次第です。ということで、最後10枚目ですかね、もう子ども目線でのオンラインクリエーションということで、本当に菅原小春さんってすごい方なんですよね。この方が出てきますとね、子どもたちも、まあ、食いつきが全然違うっていうのがあるんですけれども、何より素晴らしかったのはやっぱり子どもたちとですね、目線がこう近いっていうんですかね、そういう中でですね、もう子どもたちの身振りを引き出したりとか、なんかこうさまざまに子どもたちを盛り上げながら、そして高中さん、アシスタントで入っていただきましたけど、高中さんがそれをまとめていく形でですね、クリエーションというのを進めたというような経過がございます。ざっとですがね、駆け足でとにかく説明の方させていただきました。大丈夫ですか？ありがとうございます。中西レモンさん、ありがとうございました。今お話にありました高中理央さんに次お話を伺いたいと思います。今回派遣舞踊家の本日なんですけれども、菅原小春さんがご欠席のため一緒に活動されている高中理央さんにお話を伺いたいと思うんですけれども、まず一番初めにですね、高中さんと一番初対面であったのがここにいる私佐藤と、横にいる武藤なんですけれども、高中さん初めてこの企画を来た時にどのように印象をお考えでしたでしょうか？まずその数ある企画の中から選ばれたっていうことで面白いなっていう、その中から郷土芸能と今のダンスをこう混ぜて子どもたちに伝えていくっていうのはありそうでないっていうか、やりたくても結構難しいというか、みんなの協力があってできることなので、一人だけではできないことだから、こう皆さんの力を借りていろんな踊りを知れるっていう、面白い機会だなと思いました。あと普段菅原に依頼があるのって振り付けをしてくださいとか、踊ってくださいとかそういうことが多いんですけれども、今回は振り付けは子どもたちで、で演出だけお願いしますっていうことだったので、新しいなっていう、今までになかったこう菅原の立ち位置といいますかだったので、ちょっと今回新しいなということでお引き受けをさせていただきました。ありがとうございます。なんかとても初めから多分こちらの趣旨を組んでくださって、この郷土芸能っていうことと地域に入るっていうことを考えてくださったのかなと思ってるんですが、まず日の出町というところが東京都にある、あの大自然の中っていうのを初め想像してなかったと思うんですけれども、その日の出町の印象、また日の出町の子どもたちの印象っていかがでしたか？日の出町は本当に存じ上げなかったんですけれども、隣町まで行くことがよくあったんですね。あきる野市まで行くことが多かったので、その端っこに行くことは結構毎年やっていたというかですけれども、なんかその先に行ったことがなくて、でその先に行っても、私千葉の出身でずっと育ちも千葉なんですけど、あ景色一緒だなみたいな、緑いっぱい山いっぱいみたいな、なんかすごく馴染みを感じました。で子どもたちもなんかこう都会のギラギラした子たちっていうよりかは、結構こうみんなうちに秘めるものが多いというか、それで踊ったらもうやっぱ踊りが大好きだし、それ踊るとやっぱエネルギーがそれだけ出てきて、なんかあ一緒だなっていうのをすごく感じました。なんか本当に子どもたちのエネルギーがとても純粋で、で、まあ、小春さんってもちろん求心力もあるんですけれども、そこに向かっていく子どもたちのエネルギーがとてもピュアで、そのなんだろう、ヒップホップに向かう時とコンテンポラリーダンスに向かう時と伝統芸能に向かう時と常に同じテンションで子どもが入ってくるっていう感じが、私は見ていてとても印象的だったなと思ったんですけれども、どうでしたか、こうやりながら子どもたちから来るエネルギーっていうものは。エネルギー、そうですね、最初会う時ってもうみんなこうすごく緊張していて、
なんか先生をこうじーっと見るみたいな時間がとても長いんですけど、15分も経てばもう踊りたくてもう右に行っては左に行ってはっていう状態が、あのワークショップの中ではあったなと思います。他の10回のうち他のワークショップにあまりこう足を運べなかったので、その状況をこうドキュメンタリーで見させていただいたんですけど、日の出町も港区も国立市も共通してやっぱこう興味のあること、ヒップホップダンスとか見てて華やかなものはすごくもうみんな目がキラキラして顔も笑顔でこうやって踊ってるんですけど、やっぱ新しいもの、うん、古き良きは今の子たちにとってすごくとても新しいと思うので、そういうものはすごくみんなこう目の奥からこうその人がどうやって動いてるのかなとか、これはどうしてこうやって動くんだろうってきっと思ってるんだろうなっていうふうにどこの地域も共通してるなって私はそのドキュメンタリーを見て思いました、はい、ありがとうございます。そして日の出町だけ残念ながら発表会まで最終までオンラインとなってしまったんですけれども、オンラインを通してでもクリエーションをしていく、そしてそれを発表会に持っていくっていう時の心持ちとか感想とかお聞かせお願いできますでしょうか。はい、どうなるかなってどうなるんだろうってすごく緊張しました。最初お話聞いた時もちょっと想像がつきにくいというか、これがどうなっててどう完成に向かっていったらいいのかなっていうのが本当に正直な感想で、なんかやっぱこうオンラインでレッスンとかしたことがあるんですけど、どうしてもすごく難しくてこう対面、合ってないから右も左もなんかごちゃごちゃみたいなのがよくあったので、なんかこれどうなるんだろうと思ってたんですけど、みんながお家から発信してくれることはやっぱ同じ空間にいる時とまた違うので、新しいものをこうみんなが時間をかけながらこういうのやってったらいいかなっていう、その頭も使ってる感じもすごくあのやっていく過程の中で面白くて、あそういう発想あったかみたいなのもやっぱその場では生み出しにくいですけど、時間をかけてこう1日寝て2日寝てとかやったらみんなの頭からいろんなものが出てくるのがよくて、それはオンラインの強みだったかなと思っております。で最後みんなでこう踊った時もなんかステージに立つと後ろの子たちってあんまり顔が見えなかったりするじゃないですか、この横の子たちとか、けどこう一面にバッて並ぶとその子たちの顔とかなんか仕草とかがよく見えて、オンラインはオンラインの良さがあるなと思いました、うん、ありがとうございます、はい、そうですね、本当にあの宿題をリオさんが出されて、それを子どもたちがやってくる、そしてそれを発表してくれるっていう時のドキドキ感とか、その家の雰囲気とかいろんなものを思い出して思いました、はい、それでは日の出のお二方ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、はい、そうですね、今ここで少し転換に入りますので、少し私と武藤の方でお話をしたいと思います。あ、ごめんなさい、日の出町で制作を、ね、担当してくださったあのハンヨイムさんにもちょっと一言。あ、すいません、あの ADD 日の出町の担当制作のハンと申します。いや、やっぱりこういう日も来るんですね。で、一番最初通い始めて一体どんなものができるんだろうとか、自動化の中でこうわーっと走り回る子どもたちを見て、こういう子どもたちとどうやって接したらいいのか、あとその郷土芸能がすごくたくさん残っている地域なので、そういう方々とどうすればこう関係性をちゃんと作っていけるのかっていうのがすごく心配だったんですけれども、関係者の皆様、あとその菅原さんや高中さん、あとレモンさん、あと地域でたくさんあの協力いただいて、あ、協力くださった方々がでここまで来れたと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう本当にあのハンさんはレモンさんと一緒にもう日の出にものすごく通っていただいて、ね、今もう移住計画を立てているところだったりとかね、しますよね。はい、本当なんですよね。
はい、ありがとうございました。本当に日の出は日の出で本当に僕もあまり行ったことないエリアだったけども、こんな世界が広がっているのかというところですごく楽しませていただきました。本当にお付き合いありがとうございました。はい、じゃあそれでは日の出町チームの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、でここまでが前半ということになりまして、ここからですね後半は今見ていただいた3地域の概要を踏まえつつですね、それぞれの派遣舞踊家のお三方とそれから実施拠点で担当くださったご三方にですね出てきていただきまして、今回このプロジェクトを、通してどんなことがあっただろうか、どんなことが考えられただろうか、あるいは今後どんなことが可能だろうか、そういったことをですねちょっとざっくばらんにトークをしてみたいなというふうに思っております。ちょっと転換がありますのでちょっとしばらく佐藤美希さんとつなぎたいんですけれども、はい、どうでしたか。ちょっと3つの地域をこうやってまとめてこうずらっと見るのは我々も初めてで、そうですね、すごいコントラストが見えましたね。実は、私たち実行委員会の方は各地域に行ってますので、それぞれのメンバーとこう対面をしてるんですね。ただ各拠点ごとの方々が他の拠点の方と会うのが今日初めてということになってしまってまして、なんかそこの感じもすごく不思議だなと思っているところですね。本当に何ていうかそれぞれの自治拠点ではいろいろなことが展開したんですけど、途中で何度も他の地域はどうなんですかってことをなんて聞いていただいたりとか、うん、あと今回今日の事前にね映像も見ていただいてすごく面白がってくださってたようなので。とりあえずディスカッションの中身をですね、なんか私から例えば一問一答みたいにするのもできるんですが、それよりもむしろ実際に体験されてくださった皆さんの目から見てですね、他の地域どんなふうに見えましたかみたいなところからちょっと話題を出していただけたら面白いかなと思ってるんですけど、準備の方はどうですか。もうちょっとですか。まだ来られてない。ああそうですか、わかりました。はい、もう少しってことですけども、本当に先ほど美希さんが言ってくださいましたけど、港区の子どもさんなんかはもう本当に国籍がもうバラバラ、だから相手の顔がどんな顔だろうが関係なく日本語で普通に話しかけて、向こうも日本語で答えるんですけども、それがなんか他の地域に行くとまた全然違うっていうのがあって、国立だとやっぱトリニダートバゴの方たちが英語で話そうとする時にちょっとなんかドギマギした恥ずかしがっちゃったりとか少し分かるんですけどね、分かるんですけどなんか恥ずかしがっちゃったりしたとか、そこら辺やっぱすごい地域によって違うなと思うし、で反面国立の子たちは割となんかこうなんていうんですか、大人がなんかいろいろこう目論んでることの先読みをしてなんかこう外してきたりとかする、そういうところもあったりとかするのが、日の出町に行くともうみんなすごいピュアでなんていうか無邪気だったりとかするんですよね。本当にこう地域によって文化も違うし、子どもたちのこうキャラクターがもう丸ごと全然違って、本当に何ていうかどういうところに暮らすかによって人間って違うんだなって、非常に当たり前のことをまざまざとなんか見て、そういうダイバーシティも今回すごく面白かったですよね。そうですね、なんかとってもとっても各地域の子どもたちが生き生きとしてるのはみんな生き生きしてるんですけれども、それぞれの環境で出してくるエネルギーとか、発言する言葉の内容とか、なんかその深さとかいろんなものが少しずつ、いや地域性ってあるなっていうのは思いました、思いましたね、はい、本当に郷土芸能とかそういうこと言わなくてもすごくあるんですよね。そうですね、地域性ってものがね、本当に多分日の出と同じ内容を港区の子どもたちにやったらどういう反応したんだろうっていうのはちょっと気になったところでもあるんですけれども、日の出の子たちは郷土芸能ってものが本当に身近にあり、クラスメートに習ってる子がいて、ですごくそこに対して距離感が他の地域の子たちほどないんですよね。その子たちが持ってる郷土芸能に対する印象を、郷土芸能を全く見たことがない港区の子どもたちが習うことになったら、どういうふうに取り組んだのかなっていうのはちょっと見てみたいなって思いました。面白い、逆も面白いですよね。そうですね、だ東京都内の中で留学みたいなのが全然できるってことですね。ああ都内留学できますね。できますね本当に、はい、ありがとうございます。じゃあそしたらですね、準備が整ったようですので、後半のパネルディスカッションの方に入っていきたいと思います。改めて登壇してくださる皆さん、ご紹介させていただきますけれども、大丈夫かな、はい、港区の派遣舞踊家の尾上菊之丞さん、
それから国立市の、ジャレオサムさん、それから、日の出町の高中理央さん、それから、モニターで、ですけれども日の出町の児童館の方で、ご担当いただいた小森君夫さんですね、はい、それから、港区の方でご担当いただきました山中博之さんです。山本博之さん、失礼しました。それから、国立市の方でご担当いただきました斉藤香織さんです。お願いいたします。それでは前半は派遣舞踊家の皆さん主に中心にどんなことを感じられたかということをちょっと話していただきたいんですけども、どなたか何か唇を切りたい方はいらっしゃいますか。なかなか難しいですね。そうですね。唇でもまあ レモンさんの話が本当になんか話し家みたいだったね。やっぱり彼の存在っていうのはすごい大きいですね。やっぱ日の出町はこうワークショップの時はバラバラで、クリエーションもオンラインだったので、この郷土芸能の方とお会いする機会がなかなかなかったんですよね、うん、で音楽はその郷土芸能のいろんな方々の音楽を混ぜて5種類ぐらいでしたっけ、作ってくださったんですけど、私たちは音源だけいただいたんですよ。で音源だけいただいて、あこういう音楽かっていう感じだったんですけど、ドキュメンタリーを見て、あこれだけの人数の方がこれだけの楽器を弾いていて、こんな方が声を出して歌ってくださってたんだっていうのをドキュメンタリーでしたぐらい、ちょっと触れ合う機会がとてもなかったので、うん、そこはレモンさんがつないでくださったことで日の出町は成立してたので、本当に大きいです存在は、うんうん、清野城さんなんかはやっぱりそのリサーチャーとの関係や、そういうあたりは どうだったんですか。いやもう僕は最初に福留さんがこうだけのいろんな地域の中にあるって伺った時に、まずこれだけのものを調べるっていうことが、うん、とてつもない大変だろうなと思って、うん、もちろんその、まあ、地域によって多少違う言われると情報はたくさんあって、それがどういうダンスなのかも含めてなかなかわからない中で、それをこう選定していくっていう、もう僕はもうあくまで選定ある程度選別された中から見て、でまあもちろんその例えばアジア圏のものだとか、まあ欧米のものだとか、多少その踊りの体の使い方とか、例えば我々だったら知恵の愛着下に下にっていう意識と、例えば解放っていうことの、でも突き詰めていくと変わらないんですけど、うんうんうん、まあまあ一つの取っかかりの言葉としてはそういう違いがあるじゃないですか、うんうん、まあ、そういうところでこう分けていって、いくつかこう偏らないようにまあ選んでいったんですけども、まあ最初の作業っていうのはもちろん武藤さんたちも含めてさぞ大変なんだろうなと思いながらこっちは資料見るだけだからいやいや、でもなんかまあ僕や、ね、この日の出はどちらかというとコンテンポラリーなので、そのあんまり型っていうものが多分踏まえていないことからすると、菊之丞さんなんかはやっぱり型を継承されてきた身体が他の型を持った人たちと付き合う付き合い方っていうのかな、その辺は多分もっとすごい聞いてみたいなというか、意外と僕らなんかちょっとこう簡単に越境しちゃって、失礼なことしてないかなとか常にこう気にしながらやってたんですけど、ね、いやもうそんな失礼なことなんかないんですけど、やっぱりまあ違いがどうしてもその最初の時点での、もしかしたらその郷土芸能を子どもたちが習うのと、うん、どっちかというとそっちに似てると思うんですね、うんうん、我々がやってることって形はこういうもんだよって、手はこうやって揃えるもんだよとか、うん、さっき映像拝見してた服を脱ぐ、うん、着る、はい、あれは着るか、はい、あのこれだけ見て僕らには服を着るっていう型はないんですよね、うん、着物を着るっていう型があって、うん、例えばこうもうパントマイムなんですよね、うん、こうポンとして羽織って袖通して、うん、例えば紐を結ぶとか、うん、こういう形がいくつもあって、それをこう教わって、うん、でも何かものを作る時にはその中から適したものを基本的にはチョイスしている、うん、でまあ今の時代にどんどんこう変わっていった中で、もちろん洋服を着るとか、うん、なんかこうキャップをかぶってこう振ってみるとか、うん、今キャップのつもりでやったけど、まあ昔の傘を
かぶってる形とふっと変わらないとかね、なんかまあそういうこうどうしても形をまず覚えていった上でそれを自分なりにこう変化をするっていう、まあ俗に言うその手針のまず入れなきゃいけないっていう作業に相当時間がかかるので、まあ短期的にやるっていうのはもちろんどんな踊りでもそうだとは思うんですけど、その難しさというか矛盾っていうのは存在するんですよね。ね、その手が結構、まあ、手針の手の時間がすごく長いことからすると僕ら、まあ、僕なんか特にそのコンテンポラリーポストモダン的なことをこうやってるとやっぱりそういう今までの大人がやってきたことに対してどちらかっていうとそこをちょっとこう否定して入っていくっていうか、だけどやっぱり その中ですごくまとめられるっていうのは、あのなんかこう、その種を結構守るっていうことをちょっと一回度外視して子どもたちを見なきゃいけないっていうところへんは多分僕らはなんかその出てきた発想をどうやって、あの、こう汲み取っていくかっていうところからするとそういうね、また全然だから国たちの子どもたちが今度菊之丞さんに今度習うとこれはまたどうなるのかなみたいなことは考えたりもしましたね。いやでもこう一緒に体を動かしながらその熱量がこう通じ合っていってるのを見ると、ああまあ普段の稽古だとちょっとそうはならないなっていう感じ、でもやっぱこうやってお子さんたちと一緒にある程度の時間の中でやっていこうと思うとやっぱりこっちがそっち側に行かなきゃなっていう認識はやっぱり正直は結構無理して行かないと、あの普段通りの感じでいわゆる稽古っていう感じでやったら多分いやなかなかちょっと正直そうですよ、ね、難しいだろうなと思いながらやってましたけど、ね、その辺はね、なんか僕の声でやってますけどその辺どうだったですか。そうですね、私たちはもうあの踊りたいように体が思うままやろうっていうのがベースなので、うん、その手の角度がこうじゃなきゃいけないっていうのは特にないので、でもやっぱ踊るっていうことは一緒じゃないですか、こう体を動かしていくっていうこと。私これを通して思ったんですけど、今中学校で義務化になったじゃないですかダンスが、それってあの大人からの圧というか、ダンスってこうやらされるものじゃなくてやっぱこうやって自分からこう出ちゃうものであってほしいっていうのがこう私たちの願いであって、なんかそれをどんどんやられると嫌いになっちゃう、あの福之丞さんおっしゃってましたけどやっぱ踊るのが嫌いだったっていうのを聞いて、やっぱ小さい頃からやらされてるって思うとすごく嫌になっちゃうものなので、なんか例えば一人の子がはい今日はアロハを流しますフラダンスやりましょうみたいな休み時間になってもすごくいいなっていうのがなんかこう理想で、それが続いてったら日本めちゃめちゃ平和になるんじゃないかなってなんか勝手に思ったことなんですけど、それが自分のやってきたことでも初めてのことでも、それこそあのさっきお二人おっしゃってましたけど別の場所に行って新しいものを吸収するっていうか、そういういろんな場所で違うっていうのを感じれるのもなんかこう日本ならではなのかなとも思いますし、同じこう伝統芸能でも全く種類が違うっていうのは東京都の中でこれだけできることなので、なんかそうやってみんなが新しい発見を踊りでしていってくれたら嬉しいなっていうふうに今回のこの企画を通して思いました。なんかこう、ダンスってまあその自由とじゃあ型に縛られるってあんまり二項対立で考えてもあんまりそれは良くないかなって思ったりはするんですけど、まあ、今回やっぱりそういう中でなんていうのかな、自由でも踊ってもいいし、でもやっぱ型のやっぱり重要さというか、やっぱ僕本当になんかその自分自身も、どちらかというと最初は型からあの西洋のダンスですけど型から入っていったので、そうするとやっぱ型の継承されてるやっぱり何世代前の身体をこうどう想像するかとか、その人たちが紡いできた体の言葉をどう受け取るかって結構やっぱ重要かなって、でそれがなんかその型とこういう自由にやっていくことっていうのを、変に対立せずにこれからのこういう時代踊りの世界でその辺どうなんでしょうね、なんかこうか、あんまりこう、まあ、もちろん住み分けは必要だと思うんですけど、それがこう共存していく可能性っていうのを今回多分我々3人なんか非常にこう
実践したと思うんですけど、そのあたり結局どうですか。いやもう僕なんかまあ自分がどこにいるかは別としても、そのどんなダンスや踊りであってもある種の高いレベルに行った時には僕は変わらないと思うんですよね。型から入る、僕らも型ってちょっと説明すると難しくなっちゃうからですけども、形をこう教えられるけども、そこから自分なりの形が出てきて初めて成熟していく、あくまでその一つの段階の中でこう教わっていく、その先にはこう新たな進化とか破綻とかが起きないと本当の高いレベルにはいかないと思うんですよね。だからそういう考え方だったりすると全然正直変わらないと言いますか、だからまあ今回その鳥獣戯画っていうことで動物をテーマにして僕らはやらせていただいたんですけど、結局はいや子どもたちがじゃあ猿の例えば真似してみたりとか、鳥って言ったらって言って体を動かすことでそれはもう日本舞踊にもなるし、コンテンポラリーにもなるし、だからやっぱりこう我々がある種の理屈で考えて固定概念を自分たちで作っていることと、子どもたちがそういうものを持たずにやることでまさしく全く境目がなくなる、でそれが徐々に大人になったりしてこう気づいていった時にそこに選別が生まれたり、でも初めにこういうことをしておくことですごい許容範囲が広がるんじゃないかという、初めから僕らはこういうもんだよと、こうやって教わるんだよって聞くけども、やっぱりいろんな音楽を聴いて育ってますから現代人だから、そしたら別にクラシックだろうが現代のなんだろうヒップホップで踊ってるようなものでも僕らは踊れますからね、やっぱり、それはもう全然こう言語がちょっと違うだけ、だから地域っていうのも、まあ、僕らは日本人っていうものはどこかでやっぱり意識がどんどん深まっていくんだけれども、まさしくおっしゃるように対立ではないっていうか、認め合うために深めてる感じではある、ですからすごくそれはもう見ててあいいなって羨ましいなって思いながら、こうだこうだぜっつってやってる、あ僕らもこうやってできないかなと思ったら見てます。なんかまあ、国たちに関して言うとやっぱりあの本当に子どもたちがすごくいい媒介者になってて、子どもたちにまあフラとか盆踊りとか教えてるのを、フラ の、まあその先生が見ててね、なんかあこんな風にいろんな踊りが混ざり合っていく体になるんだっていうのを見て、多分フラの人と大人同士がそれコラボレーションしたらそこまでなんか多分やっぱりちょっと違うからみたいな感じがちょっとあったのか、子どもの、あの体の変化とか子どものやっぱりその柔軟性を見て大人が変わっていったっていうところがなんかその共存していける上でなんかあのその今回大人やってる者同士のコラボレーションでよくあると思うんですけども、今回子どもが一緒になんかなってた、あるいは障害のある子がやってたっていうのを見て、より大人あのちょっとさっきあの言ってた大人が硬くなっていくって、その大人の世代がちょっとほぐれてそれを自分のダンスに取り入れていったっていうことがあった時に、今回まあダイバーシティっていう考え方があった時に、何か本当にどれだけの、人たちを我々はやっぱりダンスで一緒にこう想像していくかでクリエイトしていくかということが結構国たちにとってはすごく大きかったかなと思うんですけど、その辺何かねその型と。まあ、自由なことの共存とか、あるいはなんかそこをどういうふうに感じられたりとか、日の出でいうと、日の出でいうとそうですね、でも子どもたちはやってる子はやってるんですよ、郷土芸能やってる子はやってるし、ずっとストリートダンスやってる子はやってるっていう、そのやってながらもお互いがこう教え合ってる環境の中でなんか生まれるものもあるだなっていうのも思いますし、何でしょうね、それだけが全てじゃないよみたいなこういうのもあるよこういうのもあるよっていうのがやっぱ知れていくのは、昔からこう生まれた時からって言ったらあれですけど、日の出町で生まれた時からこういう踊りがあるっていうのを知ってるのはその日の出町の強みだと思うので、なんか新しいものも入れながら、その昔から続いてるものも自分なりにこう解釈をして進めていく聞けたらみんながもっと楽しく踊れるのかなと思います。
もう一つちょっとなんか次あのね、その、今回いろいろ各地域のホール担当者とそのあたりのなんかこう作業というかコミュニケーションはどんな感じで。いやもう僕はその自動化、いわゆる自分もやはり港区だとか渋谷区で育って、子供の頃はそういうところ遊びに行ってましたけども、そこでこうやっていろんなものが提示されている、でそこにこう自由に、まあ今の時期はちょっとあれですけども出入りできて、もう好きなように、でそこでできる限りまあ愛情を持っていいものが提示できるっていう環境がこうやってその地域の人たちが協力してできる、あのいやこんな贅沢なことはないなと思って見てましたけど、見てるっていうか自分がやってんだか見てんだか分かんないですけど実際ちょっとでちょっと気を聞きして、そうですね、はい、あの現場の方ですよね、の意見としては、意見というかですね、こう感想というか、本当にそのなかなかそのプロのアーティストというか、ね、第一線で活躍されている方々と子どもたちとのこう接点ってなかなかなかったりするわけじゃないですか。だけどこれをこの、ね、事業のをきっかけにして、その子どもがこう自然にですよね、まあ、まさに自然にそのプロの方々、ね、第一線で活躍されているアーティストの方々とか、それからそのいろんな地域のダンス踊りにこう触れることができるっていう、すごいいいきっかけになったなっていうふうに思うんです。で、ね、さっきちょっとお話聞いてて、ああそうだな、やっぱすごい似てるなって思ったのが、なんかそのダンスと の, そのきっかけっていうかね、ダンスってこうやらされてるんじゃなくて、こうなんかやりたいっていう気持ちがあってやるっていうお話をされてたじゃないですか。遊びも全くそれで一緒だと思うんです、うん、遊びってこうなんかやらされるもんじゃなくて、例えばこうね、縄跳びこれからこんなやりますよ、みんなやんなきゃダメでしょみたいなのは遊びじゃないわけで、やっぱりやりたいって思うからこその遊び なわけで、その遊びに対して子どもたちがやりたいなと思ってやるっていうことと、ダンスでこう表現、踊りでこう表現したいなっていうことってすごくやっぱ一緒だなっていうふうに思ったんですよね。だからきっと子どもたちにとってはその遊びの一つきっかけっていうか、遊びの一つ だったんじゃないかなって。今回もその我々ね、児童館っていうのはあの遊びをこうまあ、としてこう子どもの成長っていうのを見守っていくような立場ですけれども、その遊びの一つのこうなんか選択肢の一つとして今回ダンスっていうのがあって、たまたまそこにこうなんかこう地域の人っていうか、まあ我々と同じような立場の大人がいて、その大人がたまたまこう第一線で活躍されているプロの方々だったっていう、そういう意味ではすごく身近に感じることができたんじゃないかなっていう、本当に贅沢だと思うんですけども、いいきっかけだったなっていうふうには思いましたね。はい、ダイバーシティをやっていく上でこうクリエイターとかダンスの以前にプレイがあったみたいな感じということですかね。人あれですよね、これがまた全然別の知らない場所でやってたらもっとみんな緊張してたのかもしれないですよね、うん、今まで通ってきている児童館とかそういう場所だからこそもうちょっとリラックスしていろんなものを吸収できたのかなって今お話聞いてて思いました、うん、今港区の施設もそうですし、それからもね、下町児童館もそうですし、やっぱり児童館っていうのは子どもたちにとっての生活のこう、まあ、学校終わった後の本当に生活の場というか本当に居場所 なわけで、そこで普段過ごしているところにこれが来たので、本当になんかあ一つ遊びが増えたみたいな、本当にそういう感覚で参加することができたんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うん、せっかくだったね、各地域の方、どうでしたどうでしたどうでした。じゃあ日の出の日の出町の方からちょっと聞いてみましょうか。あ、聞こえるかな。はい。あ、じゃあ、日の出町の方はいかがでしたか。いかがというのは、こういうこういうダンスの取り組みをやってみて。そうですね、とても子どもたち生き生きしてたっていうことと、あと菅原小春さんっていうキャラクター、非常に先ほど中西レモンさんも言ってたように目線が子供目線で、非常にその子供に打ち解けるのが早かったし、子供もものすごい、熱い眼差しで見てたなっていう印象があります。うん、あ、日の出町、すいません、なんか日の出町の派遣舞踊家やリサーチャーの方とのコミュニケーションというのはどういうふうに取られていったんですか。そうですね、まあ
リサーチャーレモンさん、あとハンさんですか、そういった方たちとは事前の連絡をよく取るようにして、まあ、できることをこう児童館としてもご協力をするような形で、やっていきましたね。で隣に学童クラブも併設されているような関係もありまして、なかなかその広間を自由に使えるような時間もなくて、その辺は、運営側というかレモンさん、ハンさん、それぞれが苦労されたのかなというふうに感じます。じゃあまあせっかくなんで、じゃあもうこのまま斉藤さん、なんか僕のね地域の非常に本当になんていうかすごいいろいろな意味で助けていただいた斉藤さんに、じゃあはい、はい、そうですね、さっきジャリオさんもおっしゃってたんですけど、子どもを媒介にして大人も加わってたというのがやっぱりすごく私は印象的でしたね。一番最後の、まあ、やっぱり発表の場でもその大人たちと子どもたちが普通にこう混ざり合って、まあ、作品を作っていた、その図柄が本当に絵面がなんていうかまさしく象徴的だなと思って、そうした場所が多分増えていけばいいし、まあ、それが私たちの仕事なのかな、これからの仕事なのかなってすごく思いましたよね。大人がなんていうのかな、こう自分が好きなことを誰かに伝えたくて、でしかもそれを子どもたちに巻き込んでっていうことにものすごい喜びを感じているのがよく分かったんですね。そういう大人多分いっぱいいると思うし、大人が楽しい場所は子どももきっと楽しいんだなってとても思いましたね。うん、なんか僕の国立の地域の最後に出てきた久保田さんっていう方が、あの方はすごく斉藤さんと付き合いが 長かったみたいで、で斉藤さんがよく僕に言ってたのは、こういう久保田さんも御年70歳なんですけども、本当にあの日こうな何こうとりあえずずっと準備されてて、で一応コロナの防護服なんですよ。あそうなんですか。8万円かかってるんですよ、あの服で。でもああいう方々がやっぱり私の住む町のホールではちゃんとこうああいう人たちに光を当てたいんですってことを非常に斉藤さんがおっしゃってたことが印象的 で今回のこの打ち合わせをしていく中で、まあ君たちは比較的多分港区さんや日の出町さんに比べると、まあ地域の特性でまあ障害のある方々、まあ、そういう施設が結構多かったので、でも今回まだまだ本当に家にこう家からなかなか出れないそういう方たちに本当はもっと届けたいんですっていうことはおっしゃってくれていて、そのあたりのことがねすごく、まあ、それちょっと多分それぞれの地域にもっと本当はこういうふうにまだまだなんかやれることとかね多分考えあるんだと思うんですけど、そのあたりね。そうですね、まあ児童館って、まあ、その遊びを通して子どもの、ね、育ちをこう支援するっていうふうになんか、まあ、もちろん第一にあるんですけども、子どもっていう、まあ、一つのこうなんか共通キーワードってこう地域がつながる場だと僕は思っているんです。だからこういかにこう地域の人たちをこう、まあ、人材を発掘してそれとこう子どもたちをこうつなげていくか、地域の子どもたちと大人とか地域の、ね、大人をこうどう、こうなんか児童館の中でというか児童館の事業を通してこうつなげていくかっていうのが多分一つの使命かな、まあ、こうコミュニティを作っていくというかかなっていうふうに思うんですよね。なのでそういうふうに考えるとこ う、まあねさね、そのこういう方がいらっしゃるんですよっていうふうにこうその人材をどうやってこう地域の人材をこう児童館の職員が発掘しそれをこうどんな形で子どもたちとこうつなげて、まあね、ゆくゆくは地域同士がつながっていくのが一番なのでそれをどうやってやっていくかっていうのは多分児童館の仕事かななんていうふうに思うんですね。だからその今回のこのダイバーシティダンスは本当にそのこの可能性っていうかをすごく感じたところで、やっぱりそうこういう方に入っていただくことによって、まあ、僕らも知らなかったこう人たちも我々のことを知っていただいたし我々のこともそうだし地域の子どもたちのことも知っていただいたので、なんかすごくそういう意味では子どもたちのこれから進んでいく道の選択肢がどんどん広がっていったんじゃないかなっていうふうには
すごく思いますね。そんなことができたなっていうのはなんかこれいいきっかけだったなっていうのをすごく感じています。はい、なんか僕別に司会じゃないんですけど司会じゃないんだけどなんかこうちょっとそういう振る舞いしちゃってるんですけど、まあでもせっかくだったらなんか、はい、ね、せっかく僕らもだいぶ喋ったっていうのもあるので、ええ、なんでさっきもういいですか、なんか喋ってばっかりすみません、さっきその日の出町のもう見てて思ったんですけども、その、まあ、地域ごとによって日の出町って町のこうそれぞれの地域でこう違ったこうお囃子があるじゃないですか。それがこうまたこう融合されてくるっていうのが、だから普段だったらやっぱ知り合えなかったものがこう融合されてくるっていうのが、これまた児童館の持つ中面白さだなって、なんかね、変にこうなんか町会に自治会館かなんかでやってたらきっとそれは融合されていかないんだけれども、こう町に一つある児童館っていうところが拠点になって、そこにこう、ね、こうまあ、そこはいわゆるハブというかになって、そこにこう集まってくる、でそこでこう融合されてくるっていうのは、まあ、児童館の可能性なのかなっていうふうに思ったので、本当にこの、ね、そんな感じがしたんですけども いかがですかね、下町児童館の小森さんいかがですか。おっしゃる通りで、ただこうやって積みつけていただいたのもリサーチャーのレモンさんが、足を運んでそれぞれの団体に交渉してもらったという結果だと思います。で、一つ児童館でそういった結びつけができたということは非常に喜ばしいことですし、郷土芸能に子どもたちが触れられる機会を与えられたっていうのも一つ大きな今回のこのプロジェクトだった中での収穫だったのかなっていうふうに思いますけど、まあそのね、港区の場合は本当にまあ国際色豊かなので、いろんな国のこう文化、いろんな国のダンス踊りをまあこう集合してきたというかね、こう融合したっていうところがあったかもしれないんですけど、本当になんか日の出町を見てると本当いろんな地域のそれぞれの林がこう融合されたなっていう感じがして、それは本当に一緒だなっていうふうに思ったんですね。面白いなと思って、やり方は少し違うかもしれないけども、まさにこういろんな地域、いろんなこう文化がこう集まってきて、それがこう一つのものになんか作品として作り上がっていく面白さをすごく感じて見ていました。なんかはい、なんかまあそういう地域と今回は我々なんかこう関わって、その 地域と関わるって、あるいは、ね、どんな今回普段はそこまで多分なんか逆にどうしても外ばっかり見てるんで、うん、どうしても外にこう発信することや、それが今回はすごく、まあ、僕も港区に在住してるもんですから、うん、みんなそういう地域の中で可能性がやっぱりあるし、まさしくおっしゃったそういうこうすごくメジャーでやってるものからマニアックにやってるものまで、それをこう並列にして見れるっていう、だからもう初めからこういうもんだよ、すごいんだよ、こうみんな何万人も見てたよってやってるものと、いや10人だけどガッて見てんだよってものは、子どもたちが自分たちで判断できるような感じになると、すごくいいなと思って、それってやっぱありそうでないというか、理屈では分かってるんだけどなかなか現実的にはないっていう、だこういうことがきっかけになって、もしかしたらありえるのかなっていうのはすごく思いますね。なんか結構コロナになって、本当にやっぱりどちらかっていうとこういうダンスも、まあなんか今菊野さんがおっしゃったように、どちらかっていうとやっぱりそのアートってまあこの社会の中では、そこまで強くなかった時に、やっぱり数を多くお客さんを多く呼ぶとか、あるいはそういう海外の評判を得るとか、そういうことでなんかこう、特にコンテンポラリーダンスとかってやっぱりそういうことを、まあ、コンテンポラリーダンスだけじゃないと思うんですけど、そういう評価がなんかこう、認められていくことだとか、生き残っていくことだっていうことがすごく結構僕自身ね、すごい考えた部分はあったなと思った時に、やっぱりそういうふうにグローバルな流れでダンスも一緒に乗っかっていくってことは、やっぱそれだけいろんなことを何かこう消費していくっていうか、なんかもしかすると環境に対する環境問題に関してもアートはもっと考えなきゃいけないんじゃないかみたいなことを考えるすごいきっかけになった時に、この地域で関わって地域の中でなんかこう必要だねと思われるようなことになっていくともっといいなと思ったりは
したきっかけになったんですけど、その辺は どうでした？そうですね、なんかもっとこの日の出はもう私たちがこうあまりこう馴染みのない場所だったんですけど、住んでるとか行ったことあるとか、うん、そういうことじゃないですけど、やっぱり日本のこの続いてきたものを感じれるっていう場所がまだあるっていうのはすごく嬉しいことだと思うんですよ。やっぱ新しいものがみんな大好きだし、自分がキラキラしてるところにとても行きたくなるけど、おっしゃってたそのマニアックなところもすごくみんながこう少しずつ積み重ねてきたことがまだたくさんこの日本にはあって、きっとダンスだけじゃないと思うんですよね。もっとたくさんいろんなところにあるけど、やっぱ踊りっていうその一つのアイテムって本当に昔からあって、もう人間の原点であるから、きっとそれをこうなくさないようにじゃないですけど、みんながこういつまでも大切にしていられるように、なんかこう新しいのやりながらこっちも味わってみたいな、こうバイキングみたいにこういろいろ楽しんでもらってったら、きっとなんかこう私たちの次の次の世代まで続いていくんじゃないかなっていうふうに思います。ここでもこういう ADD みたいなものが、まあ、とりあえずあったことによってこう接点があったと思うんですけど、今後例えばなんかホールや児童館の方々からするとどういうふうな共同関係っていうか、なんかこういうことをこう継続していくためのなんか、なんか提案というか、なんかあるいは質問というかみたいなのがもしあればなんか、うん、斉藤さんからこう。そうですね、やっぱ立場上仕事として授業としてやっていきたいなというふうに思うと、すごいいろんなことを考えちゃうわけで、予算どうしようとか場所はどうなんだろうかとか考えちゃうんですけど、今すごく思ってるのはなんかちょっとそういったことが一度こう話してみて、で例えばダイバーシーって言葉もすごく私はこだわってましたけど、それもちょっと一度ちょっと置いといて、なんでしょう、今この目の前にあるものとかそこにあるものをどうやってこう掘り起こすというのか、そのままちょっとこう面白いものをしていくのがいいのかなというのをすごく感じてますね。すごいちょっとどうしていいかは分からないんですけど、あまりこう取り立てて、おっとと取り立ててなんかどっかに持っていくというよりも、今あるものをどうやって見直すかとか生かすかということを一緒に考えていきたいなと。やっぱりその私たちだけではなかなかそれも気づかないし、もう実際本当に今このプリティアティでそうだったんですけど、まあ、アーティストの方とか、まあ、そのダンス分野の専門の方だったり、まあ、それ以外のアート関係の方もそうなんですけども、なんかちょっとこう混ざり合ってやっていけるような場作りが多分必要なのかなって今思ってます。はい、いやまさに斉藤さんがおっしゃった通りで、我々職員だけではどうしてもやっぱりこう持ってる駒が、ね、少ないと思うんですね。こう誰とつながるって言ってもなかなかつながる機会がないというか、それを子どもたちにまた紹介していく機会っていうのがないので、せっかくできたこのつながりがまたつながりを呼んでくると思うので、このつながりをですね、ぜひなんか次のステップというか、ね、生かしていきたいなっていうふうにはすごく思いますね。なんかこうまたせっかく知り合えたんだから、子どもたちの中にもうすでにもうこのね、この遊びっていうかね、文化として、子どもたちの文化としても入ったわけなので、じゃああの子たちが今この体験した子どもたちが次の世代の子どもたちにどう、次の世代っていうかもうね、もう来年再来年の同じ学年の子どもたちにどう伝えていくかって言ったら、やっぱりせっかくこの僕らがやることはせっかくこういうつながりができたんだから、じゃあ紹介してあげるよって言って、また呼んでくるよっていうことができると、これ面白い、こういうことがあったんだよって子どもたちも紹介しやすいかなっていうふうに思うので、なんかせっかくできたつながりをね、大切にしていきたいなっていうふうには思います。また何か子どもたちにこう新たなね提案をできればなっていうふうには思います。はい、日の出町の小松さん、小森さん。そうですね、斉藤さん言われたことはよく分かりますね。なかなか、いい企画ではあったんですけど、今後うんちはどうしていこうかってなると考えるところがたくさんありますよね。子どもたちにはせっかく始めたことなので、
継続させるにはじゃあどうしたらいいのか、まあ、児童館の立場から言うとなかなかこういう大きなプロジェクトがあってできたことであってこれを単体で進めていこうかってなるとちょっと難しいかなっていうすいません後ろ向いた意見で申し訳ないんですけどそういうふうに感じますね。そういう中で我々アーティストとして何かこう呼びかけられることとかっていうことで言うと菊之丞さんまあそういう地域の担当者に対しては何かありますか？そうですね、僕らは僕らで自分たちが担っているというか自分たちがやっている踊りダンスっていうものを少しでも広く広げたい、日本舞踊なんかも昔はもう超メジャーでねみんなやってたという時代がありながらもう今もうマニアックな世界に自分で言うのもなんだけどマニアックな世界ですよとても。でもそれは悪いわけではないんだけどもそれをやっぱりバランスとしてはもうちょっと出したいし知ってほしいし、まあそのどこかでこう手を組めることっていうのはきっと、まあ、具体的に言えばその個人ではできないかもしれないけども、我々で言えば例えば日本舞踊協会っていう組織があって そことうまくこう手を組んで何か事業を立ち上げられないかとか、うん、そういうことはその考えるのかなとは、うん、そのいわゆる踊り手としてだけではなく、うん、やっぱりこう一つのジャンルを日本舞踊とか、うん、そういう伝統芸能というジャンルを知っていただくためには我々も何か起こしていかなきゃいけない、うん、ある種の問題意識が似てるわけですから、うんうんうんね、そういう日本舞踊協会と付き合っていくっていう時に、うん、また次どう、ねね、いろんなコミュニケーションが始まってくると思うんですけども、ね、なんかなんか、ね、そういう意味ではなんか僕らって一緒にコンテンポラリーにしちゃっていいのかどうかは別としてですけど、ね、そういう意味ではその日の出町と関わって以降どういうふうに地域と関わって行けるかなとかあるいは行くためにはこういうことだったら関われるんじゃないかなっていう逆提案みたいなものって何かあったりしますか？でも踊ってたらつながれるかなと、うん、思います、うん、なんかそこにやっぱいろんなことが関わってくるじゃないですか。斉藤さんもおっしゃってたお金と なんかこう場所とかいろんなこと考えますけど、まあ、今回オンラインでやってみてお家でも実際できるからなんかその人の体温を感じれないけどつながれることってまだまだこうたくさんあると思うんですよね。 DVD 流してそれをちょっと真似てみると なんかそういうことも全然可能性はゼロではないと思うのでまずその何かに触れるっていうことをになんかこうみんながもうちょっと意識を向けられるように子どもたちがなんかこういう世界もあるんだこういう世界もあるんだっていうなんかまず知れるきっかけをどこかで作れたらなんかもうちょっとみんながつながっていけるかなと思います、うん、なんかまあやっぱりその垣根をまたそういう形で越えていくときにやっぱ多分そのホール担当者とか行政担当者はねやっぱりなんかそのどう企画を継続させるかとかそういう部分が多分一様に、ね、でまあなんかこう違った枠組みの組み合わせとか、まあ、それともうちょっとなんかこうでいろんな教育とか福祉とかアートが全部こううまくこうなんか手を取り合えるといいなとは本当に思いますけどね。はい、ありがとうございます。すごくジャリオさんに司会をお任せしてしまって大変申し訳ないです。そんなつもりはなかったんですけど実はちょっとあったんですけど、はい、ありがとうございます。非常に短い時間だったんですけど大変いろんな、 なんか印象的な言葉が次々に出てきてすごく勉強させていただいちゃったなというふうに思ってました。本当に例えばその大人同士だったら子供みたいなあんな風にミックスできないんじゃないかとかっていうのは本当にそうだなと思いましたね。やっぱ概念を持ってそれを足し算するのと子供がこう無心に普通に受け取っちゃってミックスしちゃうのは全然違うだろうなっていうことも非常になるほどなというふうに思いましたし本当に他にもその子供たちっていうのが地域をつなぐハブになるっていうのも本当にまあなんていうの
うまくいった場合にはそういうふうになるんだろうなということをなんか思いましたし、そこの入り口までは来れたんではないかなということを思ったり、非常にあの印象的なあのことがたくさんありました。ちょっと最後にちょっと時間があまりないんですけれども、あの6人の皆さんの方に今回 ADD 通してなんか一番こうあのパッと印象深かったことって、頭に浮かぶことって何があった か、 なんかエピソード的なことを一つずつ挙げていただけると面白いかなと思ったんですけど、どうでしょう。なんか僕はもうたくさんありすぎて選べないんですけど、なんかありますかね。高中さん何かありますか。やっぱオンラインになってからですかね、私たちは。はい、やっぱそのワークショップの時はどうしても絡みが少なかったので、オンラインになってから、そうだよねみたいな、子どもたちの、あそうだよね、そういうところから引っ張ってくるよねみたいな発想は、うん、ダンスを私教える側ではあるんですけど、ダンスをやってる子だとその発想は出てこないので、やっぱもう日常生活で見えてるものとか感じてることとか、なんかそういう子供だからこそ出てくるその発想があったのはすごく嬉しかったし、そう、もう負けましたみたいな子供たちの発想には負けましたっていうような、なんか感覚というかを忘れちゃいけないなと、うん、思いました。でも子どもたちもすごいアイディア出してきてましたけど、それをもうすぐ小春さんはもう現場でどんどんアレンジしちゃってて、それも僕はあの度肝を抜かれましたね。でどんどん振り付け変えていっちゃう、びっくりしましたけど。子どもの心が多分すごくまだ残ってるので。本当です。はい、じゃあレオさんはいかがですか。そうですね、なんか本当にまず僕は実施した市に住んでたので、そのコロナの自粛中に結構いろんな子どもたちに「ジャリオ先生」みたいな感じで声をかけられる距離感になったっていうのは、まあ一つすごく印象的で、で何かまあこうやってダンスをやってるという人以上に、ジャリオさんっていう人が今身近になったみたいな感じのことをダンスを通して、なんかこうやれたっていうことは一つ良かったかなっていうふうに思うのと、あとまあ斉藤さんが本当に久保田さんが踊ってる姿を見てもう涙ぐんでいたのが、本当になんかこういう人にちゃんと目を向けている人が市のホールの中でちゃんとアートやダンスのことを考えてくれてる人が今ここにいるんだってことを知れたことが、本当に僕も2018年から関西からちょっとまあ期間限定でこっち住んでるんですけど、あ僕もちょっと市民になれたかなみたいな感じに、それをまあダンスを通して、それとあと今回紹介できなかったんですけど、本当に八穂の天満宮の人たちが本当はこう一生懸命 やろうとしてくれたりしたっていうことも、すごい印象的でした。ありがとうございます。菊之丞さんはもうカポエラとかフラメンコとかどんどん挑戦してくださってて、すごく面白かったんですけど、いかがでしたか。いや、まずいろんなダンスに触れ合えたこと、今まで全く知らなかった踊りを見たりやらせていただいたことっていうのは、もう自分の自分が踊り手としてっていうか、やっぱり大きな収穫っていうか、きっとこれが何かに役立ったり次の作品に必ず影響するもんですから、それが一つと、それからやっぱりこういうコロナの状況の中で、大人たちが必死でいろんなことを考えて、皆さんと子どもさんたちと一緒に何かをやるっていうことに、打ち込んで、その発表っていうことを何とかしようとしたっていうことですかね、そのワークショップっていうことだけじゃなくて、でその発表を実際にもちろんオンラインだったとね、オンラインにしても実際に対面であっても、本番っていうことを意識を一応して、子どもたちがそれでもできるっていうことの、当たり前なんですけど、当たり前なんだけども、それを再確認っていうか、その現場でその場所で、普段の児童館やホールであっても、そういう気持ちで今踊る、そうすると上手くなったり深まったりっていうのがあるっていうことを、本当にね、
できないんじゃないかと思ったんで、その発表っていうのがそのオンラインになっちゃうかもしれないとか、もう会えないとか言ってる段階では、それが何とかやった時に皆さんが親御さんたちも含めてその目の輝きっていうかね、そういうのが本当に印象的ですし、大事にしなきゃいけないなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ちょっと手短にお願いしなくちゃいけないんですけど、小森さんいかがですか。あ、そうですね、日の出は最後の発表っていうか、みんなが集まって踊ることができなくて、オンラインという形で、なったわけですけども、まあそれでもこうまとめ上げてくれた小春さんはじめ、皆さんに感謝を申し上げます。また文化団体保存会の皆様がですね、垣根を越えてこれだけ協力していただけたということは非常に嬉しく思っております。以上です。 ありがとうございます。本当に普段はその地区の男の子にしか教えないっていう芸能を全然違う地区の女の子にも教えてくださるっていうことは、まあ普通の状況の中ではなかなか難しいことだったんですけども、それを今回特別にやっていただいたということで、すごく親御さんからもすごく反響がありましたね。はい、山本さんいかがでしょう。はい、特でね、その発表したのはいつも子どもたちがドッジボールやったりとか鬼ごっこやってるような場所で発表したんですよ。で普段はもう遊んでるし、まあふざけるし、なんかダラダラしてるしみたいな場所だったのに、なんかこういざ発表するっていう時の目がね、さっき木下さんもおっしゃいましたけど、目が全然違くて、もう真剣そのものっていうのはまさにこれだなっていうふうに思ったので、あ、この子たちこんなことできるんだっていうのが、しかもあの短い期間でパシッとこう決めてくることができるっていうのは、それはびっくりしましたね。だからもう本当見てて面白かったですね、本当に。はい、ありがとうございます。はい、じゃ最後斉藤さん。はい、今日のこの回もそうですけど、本当に大人がものすごい真剣に取り組んできて、で子どもの存在に助けられたのかなという気がしますね。大人が真剣になればきっと子どもは喜んでくれるし、まあ、子どもだけじゃない、みんな喜んでくれるし楽しいし、何か次のものを見つけられるかなと思うので、これからも真剣にやっていこうと思いました。不満意な私は、はい、ありがとうございます。斉藤さんらしい言葉で締めていただきました。ありがとうございました。もう大体時間が尽きてしまったんですけれども、お話を伺って、ミキさんどうでしたか。そうですね、本当に遊びの延長にダンスがあって、確かにダンスってもともと遊んでたところから始まってるとか、そういうところをもう一回思い出したなって改めて思いましたね。それと一番最後にあったここの、まあ、アーティストの皆さんと拠点の皆さんと今ここにいて、じゃあ今後どうしていくかっていう時に、やはりそこで制作であるとかプロデュースっていうところの力っていうのは非常にこの先大事なのではないかなって思っています。でこの先やっぱり考えるときに、このような大きな企画でないとしても、小さなところから進めていくときに、やはりアーティストはアーティストであり拠点は拠点なので、そこをどうやって結びつけていくか、どうやって仕事を進んでいくかっていうところは、制作者でありプロデューサーが今後も考えていかなくちゃいけないなと思っております。はい、ありがとうございました。本当に改めて振り返りながらこうやってお話をさせていただくことで、すごくまた新たな発見がいろいろあったし、初めて言葉にできたっていうようなこともいろいろあるんじゃないかなというふうに思っています。今ミキさんがおっしゃってくださったように、この企画は、まあ、今回は非常に大掛かりに展開させていただきましたけれども、まあ、できれば大掛かりでない形でもって、地域の普通のテンションでもってですね、来年ももし続けていけたらなと思っていますし、他の地域でこんなモデルができたので、これをうまく応用してみるとこんな風なメンツが揃うんじゃないかとか、そういったことをぜひちょっと想像してみていただいて、もしお手伝いできることがあれば我々はぜひやりたいなというふうに思っていますので、ぜひお声掛けをいただきたいなと思っております。でそれでこの動画の一番最後にですね、この今日の報告会、長くお付き合いいただきましてありがとうございました。このアンケートフォームを用意しております。画面が出てるでしょうかね、スライドに出てるんですけれども、アンケートの方からですね、ご意見ご感想とお寄せいただけたらと思っております。どんなことでも結構ですので、
あのお寄せいただいて、あの、まあ、場合によっては今後のさまざまな展開等に関してご案内させてあげることもできますので、ぜひご回答の方をお願いしたいと思います。はい、それでは時間になりましたので、今日は本当に長い時間でしたけれども、放課後ダイバーシティダンスの報告会、お付き合いありがとうございました。これで失礼いたします。